I
ていうのは、それから今、厚生年金のことの担当の方ですか。はい、あ、そうですか。じゃあ、これを取って、
なんか入ってるそうです。この今日の回答の中にその皆さんとお父さんの大事なものこれは関連するとは出てきましたよろしく。それではどうも皆さんのご参加ありがとうございます。ご苦労様でございます。第21回の国会エネルギー調査会、残念ながら依然として準備会ということでございますが、始めさせていただきます。また今回改めて原発新安全基準策定状況を再検証ということでテーマにさせていただいております。それではそうしたことの趣旨も含めてまず安倍智子議員からお願いいたします。改めて趣旨はあんまりないんですけど、ちょうど原子力特別委員会も開催せんだってされるようになりまして、まあ、あれが国会における、まあ、そのエネルギー政策の論議の原発も含めてというものに発展していくのか、まあ、どちらかというとこの原子力規制委員会への質疑にとどまるものになるのか、まだちょっと見通せない中ですから、私たちのエネルギー調査会の方は、まあ、調査会と銘打っただけの中身が出るように、まあ、多岐にわたる問題を取り上げて、行政側と有識者とそして議員とということで論議を積み重ねてより良い、まあ、方向を出せたらと思います。ではまた近藤さんに戻します。それではレジュメに沿いまして進めさせていただきたいと思います。それでは今日もまた原子力規制委員会事務局の方より新安全基準策定の現状と施行に向けた基本方針にということでお話をいただきたいと思います。まず第1ということであります。そして第2ということで運転期間延長制度等に関する政令規則等の整備方針にということであります。それぞれお手元にありますように田口さん、野田さん、渡辺さんに お越しいただいておりますので、ありがとうございますが、よろしくお願いしたいと思います。前回に引き続きまして新記事を担当しています田口でございます。まず私の方からその後の進捗ということでご説明をさせていただきます。それでお手元にお配りしている資料の、少し分厚い束になるんですけれども、資料5と書いてありますものをご覧いただけますでしょうか。で、前回ちょうどパブリックコメントにかけた後だったと思います。それでパブリックコメント、このペーパーの左に書いてありますように、2月7日から2月28日まで行いまして、意見が総数で4379件寄せられております。それでこの1件4379件はこれはこれでホームページで全て名前とかを消した形で公表しております。でその上でこの意見を事務局として集約をしまして、共通するものをまとめたりしまして主な意見に落とし込ん でその主な意見に対する回答をまとめたのがこのお配りしている資料でございます。後ろを見ていただきますと QA 形式になっておりまして、質問とそれに対する規制当局の考え方ということでいただいたものについて回答しております。それで回答の中で考え方のみを述べている箇所もあれば ご指摘を踏まえてその基準骨子案を修正しますというふうに書いてあるものもございます。それで今日前回井野先生、後藤先生からのいただいた質問がこれにどれくらい埋め込まれているかということでちょっと事前に付箋貼ってまいりましていただいたものの中でこの付箋の数分がですねこちら これも同じようにこの付箋の数分入っておりますので数えたら付箋50枚以上ありますのでかなりの意見をここで埋め込んだ形で回答案を作成しております。それでこれ全部回答するとちょっと時間ありませんが井野先生、後藤先生からいただいたものに絞りますとですね、この13問ぐらい入っております。そして井野先生、後藤先生以外のものも含めて50問以上いただいた回答の中ではですね、
10個ぐらいの意見は実際にそれを拝証する形で骨子案を修正している箇所もございます。主にその表現とか用語の、定義のお話が多いんですけれども、そういった対応をしております。それで、結果としてその前回私が概要のパワーポイントの形でご説明をしましたけれども、パワーポイントに書いてあるようなその、内容に影響を与えるような修正は今回その全てのパブリックコメントを踏まえてそこを大きく変えるようなものはございませんでしたので、パワーポイントのでご説明した内容はそのまま有効の状態でございます。それでただそのこの意見と回答の形でいただいたものについて修正をいたしまして、それで、まとめた結果はですね、4月3日に原子力規制委員会の報告をいたしまして、それでこの骨子案という形ではそこで一旦取りまとめをいたしました。それでその場でももう申し上げたんですけれど、明日になりますけれど4月10日の規制委員会ではこの骨子案を、実際にその条文法令形式に書き換えたものをですね、かけて、でまたパブリックコメントを今度1ヶ月かける予定でございます。そこで了承が得られればということですけれども、今そういう前提で作業を進めております。それで、少しその後議論した内容としてニュースなんかにも出ておりましたのは火山であるとか竜巻についての、どういうふうにその安全性を評価するかということもこのパブリックコメントをかけた後やや少し詳細な技術論として議論をしておりまして、これまで火山とか竜巻っていうのはそのどう評価するかというその評価マニュアルみたいなのがありませんでしたので、今回それを作りまして、まあ、あくまでその評価の一例として出したものですけれども、例えば火山ですとその原発の周辺160キロ圏内の火山を調べてですね、それでそれが核火山かどうか活動性があるかどうかを調べて最大の噴火をした場合にどれぐらいの原発に影響があるかとか、こういうのも事前に調べた上で安全性を評価するようにと、こういったことも議論しておりますので参考でお伝えをさせていただきます。とりあえず私の方から進捗は以上でございます。はい、原子力規制庁の安全規制管理官付き PWR の規制を担当しております布田と申します。引き続きまして新規制施行に向けた基本的な方針ということで3月19日に原子力規制委員会で配布されました資料、資料8-1という資料でございますが、この資料に沿ってですね、ご説明したいと思います。本資料につきましては3月19日の原子力規制委員会において公開の委員会の場で議論することを目的にですね、委員長の試案として提示されたものでございます。まず基本的考えの部分でございますが、総論部分といたしまして、規制委員会としてのスタンスをその方をまとめてございます。1コツ目には継続的な安全向上が重要であるということが規制委員会の指定であること、で2つ目の部分ですけれども、事業者が原子力発電所の安全確保の一義的な責任を負うことで、3つ目のコツで原子力発電所が規制の基準を満たしているか否かをその確認するということが規制委員会の役割であるということで、それと4つ目の部分ですけれども、規制委員会が最新の科学的知見を反映して規制を定める必要がありますと。で他方その事業者は常に規制以上の安全レベルの達成を目指すことが必要であること、それと最後の名書きの部分でございますけれども、原子力発電所の再稼働を行うか否かということは、エネルギー政策当局、地元関係者が判断すべきであるということで、総論として規制委員会のスタンスをまとめているものでございます。で、次に2つ目のその新規制の考え方ということで、今後その新しい規制が取り入れられた時の考え方をまとめてございます。1ページ目の一番最後の部分ですけれども、新規制につきましては施行と同時に混乱なく運用できるものでなければいけないということで、
バックフィットはその施工後の一度ではなくて、その今後も繰り返し実施していくということで、この新しい制度を定着するシステムであることが必要であるということを述べてございます。2ページ目でございますけれども、実際にその規制を導入する際にはどういうふうにやっていくかということが一番上に書いてございますが、新たなその規制の導入の際には基準への適合を求めるまでにその一定の施工期間を置くということを基本にするとしてございます。ただその規制の基準の内容が決まってからですね、施工までが短いというケースがございますが、そういうときは事業者が次に施設の運転を開始するまでにですね、開始するまでに行うということでございます。で、その施設がですね、すでに運転を行っている場合には定期検査に入った段階でその規制の適用を求めていくということが基本的な考えとしてございます。で、次に今回新たな規制導入にあたっての取り扱いということで、7月以降の、その7月までにですね、新しい改正度規法が施行されまして新基準が導入されるということになってございまして、その考え方を説明した部分がこの ① ② 以下の部分でございます。で、① といたしまして、本年7月 その新規制施行の段階で設計基準事項対策及びシビアアクシデント対策につきまして、すべてその必要な機能として備えていることを求めるとしております。で、2といたしまして、必要な機能は求めるんですけれども、信頼性向上のためにですね、テロ対策等のバックアップ対策については施工後の5年までに実現を求めるということにしてございます。次に丸ポツの7月の新規制導入時点で稼働中のプラントの取り扱いでございますけれども、これは現に今多い3、4号機が稼働してございますが、2つ目の部分ですけれども、原子力規制委員会の考え方といたしましては、導入直後 その定期点検終了時点でですね、事業者が施設の運転を再開しようとするまでに規制の基準を満たしているかどうかを判断して、満たしてない場合は運転の再開の前提条件を満たさないというふうに判断するとしてございます。で、3ページ目、ですけれども、ただ今回シビアアクシデント対策等々その大幅なその規制基準の引き上げということでございますので、通常 そのバックフィット以上に丁寧な対応をする必要があるというふうに考えてございます。従いまして2つ目の部分ですけれども、運転中のプラントがその新基準をどのくらい満たしているかということをその事前にですね、把握するための確認作業を、その新基準の内容が固まった段階で開始するということとしてございます。続きまして新たな規制に合致したその規制方法の移行ということでございます。で、今回新たにシビアアクシデント対策が導入されましたけれども、この対策につきましては、施設の機材だけではなくて、その事業者の運用とか教育訓練などについてもその重要な要素であるというふうにしております。で、そのこれまで の規制におきましては、基本設計とか詳細設計、運転管理の部分の審査については段階的に実施してきたわけでございます。要は基本設計が終わってからその詳細設計を見てきたというような形で行っていたんですけれども、シビアアクシデント対策につきましては、ソフトの教育訓練とか体制の部分というものについても新たに要求をしているということでございます。このためこのためですね、事業者に対しては設計変更許可、工事計画認可、保安規定認可といったその関連する申請をですね、同時期にその提出させてですね、原子力規制委員会で審査を行うというふうにしております。で、この資料につきましては19日でですね、規制委員会の場で議論されておりますけれども、内容につきましては5人の委員で基本的
な方針については合意されたものでございます。簡単ですが説明は以上です。続いて後継認可の方もやってよろしいでしょうか。そうですね、はい、それでは続きまして資料3になりますが運転期間延長認可制度及び後継認可対策制度に係る政令、規則等の整備についてということで本資料につきましては先週 の4月3日にですね原子力規制庁からその運転期間延長認可制度に関係するその政令、委員会規則内規の整備状況について概要をまとめてですね規制委員会の場で報告したものでございます。で、一発 の運転期間延長認可制度でございますが法令上その延長期間につきましては20年を超えない期間であってですね政令で定める期間ということでになってございます。で、法令上の、法令事項を踏まえまして政令で定める延長期間の年限につきましては法律の記載の上限であるですね20年として政令上で定めた上でですね具体的な延長期間につきましては事業者から申請を受け付けまして個別プラントごと の審査において判断するということとしてございます。あとその実際にですね法律施行時点で運転期間が37年を超えているプラントにつきましては運転期間の満了までにですね3年間の猶予期間がございますけれどもその場合におきましても延長後の運転期間の上限というのは60年ということとしてございます。次に過去2の委員会規則でございますが事業者が40年を超えてですね延長しようとするときは事業者は規制委員会に申請をしてですね規制委員会が認可基準に基づいて審査をいたしまして認可した場合のみ延長できるという法令の立て付けになってございます。でその認可基準に当たるのはその過去2 の委員会規則でございますけれどもその、1 の運転期間延長認可制度につきましてはそのバックフィット制度と整合性を持つ制度に制度とするということを方針といたしまして具体的には認可時点でですね今検討を行っています最新のですね技術基準に適合しているということに加えましてその延長期間におきましてもその劣化を考慮して技術基準に適合していることをその確認をするとすることとしましてこれは省令上規則上ですね規定したいというふうに考えております。で丸2といたしまして運転期間延長の可否の判断についてですけれどもまずはプラントの現状をですね詳細に把握するということが必要というふうに考えてございまして劣化状況の把握のための点検これは特別点検というふうに言うものですけれどもこれをですね事業者に実施させましてその結果を添付書類として提出を求めることを規定したいというふうに考えております。で特別点検につきましては後ほどご説明させていただきます。あとまた特別点検だけではなくてですね劣化に関する技術的評価あとは保守管理方針につきましても添付書類として提出を求めその資料に基づいて審査を行うということとしてございます。で丸3ですけれども申請時期でございますが申請時期を検討するにあたりまして最新のですね状況をその規制委員会として確認する必要があるということとあと審査期間もですね1年程度はかかるというふうに考えてございまして申請時期はその運転期間満了日のですね1年3ヶ月前から1年前までの期間ですので40年ということであれば38年の 9月からですね39年の間までに申請を出すということとして、
する予定でございます。で続きまして内規に定める事項でございますが、まず特別点検、についてでございます。で特別点検につきましては安全性を確保するために必要な機能を有する設備等につきまして、通常保全で、対応すべきものを除いてですね、劣化事象について点検しないものを抽出して詳細な点検を求めるということとしてございます。それでちょっと資料が飛んで恐縮ですけれども、3ページ目にですね、特別点検の概要をちょっとまとめた資料を付け出していただいてございます。で基本的な考え方については先ほどですね言った通り、その劣化事象についてこれまで点検をしていないものですとか点検の範囲が一部であったものについて抽出して詳細な点検を求めるということとしてございます。例えばですけれども2ポツ の特別点検 の対象設備 V の部分なんですが、例えば括弧1の PWR なんですけれども、原子炉容器についてはですね、これまで溶接部のみですね、超音波干渉検査によるその検査を実施していたものでございますが、これをその今回の制度におきましては母材、溶接部だけじゃなくてですね、母材についても点検を求めると、提出を求め規制委員会として審査を行っていくということとしてございます。で恐縮ですが1ページ目に戻っていただきまして、内規の中で特別点検についての記載部分については説明した通りなんですけれども、丸2が劣化に関する技術的評価でございます。劣化評価の対象とする事象ですとか評価手法について内規上規定をしたいと。で当該評価につきましては、これまでも後継年化対策制度につきまして、保守管理の一環として事業者に求めて、おりましたけれども、その暴力不足割れですとか不足等の劣化事象について事業者に対し評価を求めるということでございます。ただし書き以降ですけれども、原子炉容器 の中性子照射低下につきましては、予測式についてですね、一定の範囲内で合っていると、評価できているということは確認されておるんですが、高照射領域におきましてちょっと不確実さが存在するというのが確認されてございます。したがいまして中性子照射低下につきましては2ページ目、ですけれども、4点書いてございますが、例えばその原子炉容器の内面における血管の有無を確認するとかですね、40年に近いその監視試験片を取り出してその当該実測データに基づいた評価を実施するとかですね、あるいは45年時点を目処としてもう一度その追加で監視試験編を取り出した評価を実施するとかですね、そういうことで手厚い対応を求めて、求めると内規を求めていくということとしてございます。また延長期間における保守管理の方針につきましては、劣化に関する技術的評価の結果その抽出された保全策につきまして、延長期間20年まで定めることになってますけれども、その期間内に実施する保守管理の項目につきまして、項目や実施期間につきまして、すべてその保守管理の方針として提出を求めるということとしております。次に2骨 の後継年化対策制度の見直しということでございます。これまで説明した部分というのが、運転期間延長制度でございますけれども、すでにですね、原子炉等規制法に基づきまして、事業者に対して後継年化 の保守管理を求めてございます。で、この後継年化対策制度につきましても、40年の運転制限、制度が導入された後でもですね、事業者に対して求めていくということとしてございまして、
具体的には30年目、40年目、50年目と10年おきにその保守管理計画を提出させてですね、長期、後継年化の技術評価をさせて原子力規制委員会で確認をするということとしております。で各自治体の委員会規則よりの部分ですけれども、ただ40年目の評価にあたりましては40年間の認可制度とですね重複している部分がございますので、その延長期間の満了日までの期間を対象としてその保守管理方針の策定を求めるというふうに規定をするということで、10年に限らずですね、例えば15年とか期間延長が認められた場合については15年のその保守管理方針を出させるというその規則の改正を行うということで考えてございます。また丸2といたしまして、今般のその新規制により新たな対象となる設備につきまして、これはシビアアクシデントの関係の設備なんでございますけれども、これをその劣化評価の対象に追加したいというふうに考えてございます。で、各自の内規につきましては運転期間延長認可制度と関係する部分につきまして、整合性を図る観点から見直しを進めていくことと、あとはその丸2の部分ですけれども、今回その長期に停止した原子力発電所が多数出てくるということでございますので、停止状態を前提とした評価をその追加して行うということをその内規上を求めていくこととしてございます。最後に今後のスケジュールですけれども、今回 の、 その運転期間延長認可制度につきましても、シビアアクシデント対策等々の新しいその規制基準と合わせまして、明日委員会に規則案をその報告をいたしまして、パブリックコメントにかけるという予定で、作業を進めております。で、これこの制度のにつきましても7月の施行改正路基本の施行に合わせてですね、合わせて施行されるという予定で、ございます。簡単ですが後継年化対策に関する説明は以上です。どうもありがとうございました。それぞれ、これまでのことと現在のことということでご説明をいただきましたので、それぞれでは先生の方の方からご質問あるいはご意見といただくということでいいでしょうか。宇野先生まず。2つの話が大きく分かれていると思うんですが、1つは新安全基準、新規制基準のことと、もう1つは最後に、布田さんからご説明いただいた後継年化の問題というの対策ということなんですが、これは、2つ分けてあれした方がよろしいですかね。前半後半。そうですね、はい。じゃあ全般の方なんですけれども、先ほど田口さんから50項目ぐらい一応その我々のグループで出した意見書に対しては、その項目が拾われているという話がありました。それから私と後藤さんのグループの重数項目という話があったんですけれども、それでいくつか直ってるということなんですけれども、まずその基本的なところは、ほとんど意見は、取り入れられてないというふうに認識しております。名称等でですね、我々のグループの、滝谷さんという方が出した意見、そのシビアアクシデントと重大事故とすべきだという意見は、これは取り入れられてですね、シビアアクシデントというのはやめて今後は重大事故になるというのは取り上げられたんですが、それはそれで結構なんですけれども、
その時に、まあ、重大事故というのが、どういう定義なのかがですね、はっきりしないということがあると思うんですね。まあ、その意見を出したのは、その従来の、立地審査指針等において、重大事故、核不事故とあったその表現と、新しく作ろうとしているシビアアクシデント対策のシビアアクシデントというのはどういう関係にあるのだと、で同じなのかどうかという疑問が背景にあって、名称はその、まあ、重大事故にしたらという提案になっているわけですが、その重大事故としたときに、それがですね、従来の立地指針のものと同じ定義であるならば、これは非常な今度はですね、新しい矛盾が生じているというふうに私は思います。というのは、立地指針等で、想定している重大事故というのはですね、そこでのその外へ出る放射能の量とか被曝とか、まあ、具体的には敷地境界での線量化の想定とかですね、そういうものがだいぶその、そんなに大きくないものを想定していると。それが本当に重大事故なのかと、シビアアクシデントなのかと、実際にその防災計画等でやってるのはもうはるかにたくさんのものが、出るということをしていますし、現に福島で起こったのはですね、その前の立地指針の重大事故で想定したものをはるかに超える大事故になっているというわけですね。ですからあそこで書いてる立地指針自体が、もう成り立たないはずであると、でそれを改正ということは当然視野に入れるべきなのですが、それについて何も触れてないと。でその立地指針は一体どうするんですかと、これはもうなしにするんですか、それともこれから、改定するんですかということですね。それから同じく関連してその安全、評価指針もきちんとした改定がなってないと。で安全評価指針というのはその設計指針とですね並んで、双璧であったはずですが、その片っぽだけが新安全基準ということになっていると、これはおかしいですよということが基本の疑問としてあるんですね。でこれについては前回私は質問をこの場でもしたわけですけれども、パブリックコメントについても書いたわけですが、それがそのどういうそのことはどういうふうに扱われたのか、このことについてまずお伺いしたいと思います。はい、まずちょっと議論の前提として用語の定義の問題が残していただきましたけれども、従来立地指針という指針の中で仮想事故重大事故という用語を使っておりました。でそれはあくまで今回の著しい炉心の損傷が起きない前提の、事故に対して、重大事故仮想事故こういった名前を使っております。で今回もともと我々 の、 骨子案ではシビアアクシデントという言葉を使っていたんですけれども、それをご指摘も踏まえて重大事故というふうに名前を変えました。でこの我々が言っているところの重大事故というのは炉心 が完全に溶けた状態、炉心の損傷に至ったような状態のことを、重大事故というふうに言っておりますので、従来のその立地指針の重大事故とは違う定義でございます。ただ同じ言葉を使ってしまっておりますので、そこは誤解を招いておるんだと思いますけれども、今回は炉心損傷が起きた後の対策、これを起きてしまったような事故を重大事故というふうに言っております。それで立地指針がどういうふうに変わるのかということについて、お配りしている意見の73ページでご説明をご質問と回答をしております。それで従来は立地指針という指針の中で、敷地境界 の、 その被曝線量がどれぐらいになるか、これは立地指針の中でいうところの重大事故仮想事故なので、重大事故仮想事故によって放射能が出たときに敷地境界の被曝がどれぐらいになるかということを従来の立地指針の中で評価することを求めていました。それで、今後についてはやはり炉心損傷が起きない前提での、その
火葬事故、重大事故の評価というのは、今の状況に合ってませんので、この立地指針については、評価のやり方については見直しが必要だと思っておりまして、それで、立地指針の中でやってた評価を、新安全基準の、別の場所での評価に置き換えることで議論をしているということは、安全会もご説明をしたと思います。それで、一つはまずそもそも想定すべき事故、これはこれまで立地指の中の重大事故、火葬事故ということで、これは炉心損傷が起きたような状況までその想定に入れたものではなかったんですけれども、今後は炉心損傷が起きた状態で、しかし格納容器の健全性は守られている状態、こういう状態を想定をしまして、それでそうするとこの状態というのは炉心損傷は起きているけれども格納容器は守られているという状況なので、外に出るとすると弁当によって管理放出をされていると、フィルター付きの弁当によって管理放出をされているという状況を想定しまして、それによって、敷地強化に出るその放射線量の総量、こういうものを評価をすることが必要ではないかという議論をしております。でそれは放射性物質の総量を評価することで、その今回の福島のようにその外に出てしまって、大量のものが出てしまうとその敷地に降りつあの辺りに降り積もって人が戻れなくなるということがありますので、この外に出る総量を抑えようということで、この総量を100テラベクレル以下に抑えるべきではないかという議論を今しているところでございます。立地審査指針はそうすると、生きてるんですか死んでるんですか、それからですね、そうやって今まで認可し、その立地指針で認可していた、原発ですね、これはその立地指針の審査をやり直すべきなんじゃないですか、それ自身が変わってるわけですから、すべてそれはやり直さないんですか。まずですね、立地指針そのものは従って今後新規準、新規定基準では別の評価に置き換えるということにしておりますので、従来の立地指針の評価でその基準にはしないということがまず一点でございます。そうするとそれで建てた立地で合格したその原発はどうなるんですか。従いまして、その総合質量が100テラベクレル以下に抑えられるかということ、それから、そもそも立地指針ではそこに立地してよいかどうか、地震津波とかそういう事故を引き起こすようなその事故が起きないかっていうのも立地指針で見てますけれども、それは新しい基準のその、地震津波の評価とか、あるいは今回導入されました火山とか竜巻とか、そういうものをそれぞれ個別に評価をすることで、立地適性を評価していくということになります。立地指針、立地はまあ適当かどうかということは今どうなってるんですか。福島はまあどうかはしないんでしょうけど、それは立地指針がまあ間違ってたわけですよね今まで。そのことはどういうふうに始末をつけるんでしょうね。これまでの立地指針は福島の事故が起きるところまで想定したものではありませんでしたので、今後はその炉心が溶けるような状況を想定して、それで弁当によってその放出を管理放出をすると、こういう状況を想定した時の総放出量を100テラベクレルに抑えられるかどうか、こういう評価に置き換えるということでございます。立地指針はまずかったということですね。見直しをそういうことです。でもそれはきちんとした見直しという明言されてませんよね。このただ73ページのところでそういった考え方は書かせていただいているつもりでございます。今の関連で後藤ですけども質問です。大体今のお話のですね、前提はですね、炉心が溶融してその後格納容器は何とか持っているという話ですね。この過程はなぜそういう過程が言えるのかを議論があって教えてください。この格納容器が炉心損傷しているから格納容器が健全であるということも、それはなぜそういう評価基準を決めたかと。従来はその炉心損傷すら起きない前提の評価をしておりました。それで
炉心損傷が起きるということで、今回起きましたので、さまざまな対策を多重に重ねております。それで、それらによって炉心損傷が起きた場合でも、その閉じ込み機能、ベントによる管理放出はやりますけれども、そういうところは守ると、守った上で、それでもできるよう評価しようと。でなぜそういうふうにするかということですが、それはそういうさまざまな対応の対策を取っておりますので、その評価をするにあたって、やはり条件を何か設ける必要がございますので、そういう意味でその今回取った多重その対策に照らして、これぐらいの総補質量100テラベクレ以下に抑えたいというところで、そういう評価をしようということにしたものです。総質量をですね、抑えることに関して、私はそこはコメントしませんが、条件ですね、格納容器が健全であってベントでコントロール下にある制御可能な放出であると。なんでそんなこと言うんですか。福島ではですね、実際にどういうふうに理解されているかなんですけどね、福島ではベントによった部分と、から格納容器自身から、むしろベントよりも格納容器から出ている方が多いという評価ですよね。それでついでに言ってしまいますけど、そのために格納容器の上部について冷却してですね、水で冷やして外に漏れにくくすると言ってます。ですけど、そういう対策を持ってですね、できる格納容器が健全性を保てるというのは、私はとても信じられないんですね。というのは、炉心損傷した後ですね、格納容器がね、損傷しなくて済むっていうのはね、もちろんそういうケースもありますけど、非常に難しいんですよ。つまり、余裕物のね、冷却がどうやったらできるかよくわかんないのが、水入れたら結果として冷えるかもしれない。蒸気爆発でぶっ飛んじゃうかもしれない。そんなものを保証なわけじゃないんですよ。それをね、一番理想的にうまくいったシーケンスを持ってきて、ね、これが最大規模だって。これがね、つまり福島の規模が最大規模ってと同じ意味なんですね、ある面では。そんなものはね、自分の評価上ね、全くナンセンスなんですよ。それは誰だってわかると思うんですよ。もう一度繰り返します。炉心が用意しました。で、それ放射能を出さないために容器が健全でありますと。何ですか、この件。格納容器をですね、ですから私はコメントしてます。そういうふうに多分考えるとだろうと思いましたから、何をやるかって言ったら、ベントとかそういうことではなくて、格納容器が壊れないように、ベント不要なように設計、基本に見直すべきであるというのが私のコメントです。それに対しては何ら対応してませんよね。それはいかがですか。おっしゃる通り、今回さまざまな対策を講じたことでもう、起きないということは言い切れませんし、格納容器は絶対壊れないということは言い切れません。で、他方でその評価をするにはやはり何らかの過程を置いて評価する必要がございまして、その全てのものが、ダメになった状況を想定して評価すると、全く福島と同じ状況でございますので、そうするとその我々が目標としているその100テラベクレル以下に総合して抑えるということををそれのため その施設の有効性を評価するという目的ですから、その施設の有効性を評価できなくなってしまいますので、今回求めた対策によってその炉心が溶けた状態でも100テラベクレル以下に抑えられるようなそういう施設にできているかということを評価するということで、そういう過程を置いているものでございます。やはりですね、そのどこに戻るかと言いますと、いや、自己原因に関わるんですよ。事故は何であったか、何がいけなかったのか、単にね、津波とか何かが壊れたとかね、一つの問題じゃない。全体を構成するシステム全体が破綻してるんです、明らかに。それに対する反省なしにね、場当たり的に何かをつけて、例えば冷却系だったら足りなかったら多重にする。多重防護なんて最初の設定で入れてますよ、原発は。その多重防護が突破されたんですよ。そのことの反省の上に立って、だからどうするって議論なのに、これを付け出したら、ね、それで行くんだとか、その評価をね、最大の評価は、その、過程を設けた評価である。そんなもので評価することによってね、誰も納得しませんよ。私はそのように思いますが、その辺の議論はいかがなのでしょうか。それに関連してですね、やっぱりまずい原発と、まずいことが明らかな原発があるんじゃないですか。
つまり設計に立ち返って問題を提起しないと、福島みたいなマーク1の格納容器の持つものとかね、いくつかまずい原発ですから、その設計基準まで遡って評価をしないと、全く新しい基準ということにならないと思うんですね。だからまずい原発と、いやまあまずいとは言えないんだという原発、それを分けるってことをきちんとやらないとね、まあ後の老朽化の問題にも関係しますけども、そういうことが出るような規制でないと、現状は全て認めた上で何か対策を立てて、その対策のやりようが全部認めちゃうとないから、そのこのレベルで対策の案を作ったっていうのはちょっと私は納得できないんですけどね。原発自体をどうするかっていう、その原発のいろんな原発があるわけですから、その中身に踏み込むような規制になってないんじゃないですかね。はい、規制の国の規制はですね、性能要求といいまして、そのあまりその細かいスペックについて、こういうスペックだといいとか、こういうスペックだとダメだというふうに言うのではなくて、とにかく機能、求める機能を満たしてくれればいいという形にする。これは他の国でもそうですけれども、日本の規制の基本にしておりますので、したがってそのマーク1だから絶対ダメとかですね、そういうことをあらかじめあまり書いてはおりません。結果としてこの基準をですね、満たせるかどうかっていうのは、その施設によって満たすことが容易な施設、それから満たすことが困難な施設出てくると思います。それはただ我々の方であらかじめこの施設はいいとか、この施設はダメですとかいうことは書いてございません。それから、そもそもその、後藤さんからいただいたように、そのこれまでのものの上に、載せているではないかということでございます。でちょっとここはややすれ違いになってしまうかもしれませんけど、我々の作業方針としては、従来からあった従来、逆に設計基準事項とこの間ご説明をしましたけれども、炉心損傷に至ったような状況を想定してきた対策をしてきておりませんでしたので、今回福島事故から得られた知見を踏まえてですね、そのシビアアクシの対策を新たに追加を多重に追加をしておりますし、設計基準の部分でもその福島事故から得られた教訓を全て反映をして、なおかつその各国の規制、機関 その規制水準を確認をしてですね、最高レベルの水準になるように今回見直しをしておるものでございます。今のですね、多岐にわたって話してもなんで、一例申し上げます。設計が好きになっているのはコメントも深く込めしてるんですけども、格納容器の設計、私がやってた知ってる範囲ではですね、地震が来ましたと、地震に対して耐震設計やってます、当然ですよね。ですけど、地震が来た時に配管が切れて、いわゆる格納容器の設定条件、事故条件っていうんですね、事故が起こって、いわゆる冷却材送出事故が起こる。その状態に起こった時に地震が一緒に来るということは、きついので設計上考えてないわけですね。それで、少なくとも本来それはですね、今回の事故から言った設計基準に私は入れるべきだっていう意見なんですが、それは確か答えは、設計基準の方はいじらないで、重大事故、つまりシビアアクセントの方として対応するというふうに書いてあったように思います。私はそれ極めて甘いと思います。何かとも言いますとですね、設計基準というのは本来あるべきここでこの要件を満たすようにやっているものであって、それを突破された後の炉心要求以降ですね、対策と言ってますけど、レベルが違うんですよ、信頼性が。設計基準というのは圧力温度が上がってこうでこうだです。一応技術者としては評価をできると思ってます。ですけどシビアアクセントでは条件提示してくださいよ。シビアアクセントの状態で温度はどれで圧力はどうですか、その設計基準は出てこないでしょ、出せないんですよ、簡単には。そういうものを持って評価するってのはおかしいんですよ。ですから確実でないから、確実に抑えるためには設計の中に、特に福島で起こった地震と、ね、冷却剤が少なくとも冷却できない状態が起こってて、そういう状態が長期にわたって重なったのが分かってるわけですから、設計の見直しは当たり前、格納容器の根底を、沸騰水型の格納容器は全部ダメですよ、はっきり言って。圧力抑制機能を失う可能性を持っているとするならば、それは何かというと、一つはスロッシングといって動揺することと、もう一つはそれだけではなくて、それによる動揺する荷重によって、ろ過、冷却剤喪失によってバーンといった蒸気による
荷重と地震による荷重が従上するんですよ。重なるんですよ。その評価をしなかったらおかしいのに、そういうことをきちんと前向きに評価してるかっていうのが一番気になってる、設計の中身としてですよ。それはいかがでしょうかっていうのが私の質問です。一部そういう先ほど申し上げたように加工事故対策の等で拾っているように見える部分もあるんですけど、繰り返しますけど設計基準として当然入ってなければいけないだろうと私は理解しているんです。私の誤解でありましたらいいんですか。すでにご指摘いただいたように回答で10ページの下のところに書かせていただいております。それでちょっとこれ以上のことを申し上げられませんが、地震というのはですね、設計基準によってその設計基準地震動に対して漏下を起こさせないという対策がこれはこれで取った状況で設計基準というのはそういろんな設計を考えますので、従いましておっしゃるようにそれを超えた状態ということはシビアアクシデントという我々の整理だとそっちに入るということで回答させていただきます。私の理解では設計の考え方を根底から変えています。格納容器の設計というのは私の理解では条件にかかわらず、もし事故が起こって配管が破断とかね、なんか冷却剤装置事故が起こらなければ格納なんかいらないんですよ。ですから格納容器の設計条件というのは何らかの原因で冷却剤装置事故が起こった、その時に格納容器が頑張れる、こういう条件です。その時に地震を加えなくていいと言ったのは、そういう地震と冷却剤装置事故が同時に起こる確率は非常に小さい、実際書いたんです。10のマイナス6乗以下、7乗以下であるとか。だから同時に考えなくていいですよって、私はそういう基準をもとに設計してきました。でも今回の事故を見たらね、とてもじゃないそんなこと言えないでしょ。そんなことも考えずにね、原発の核入力の設計の理論に入ってないでしょって言って、そのままやっておられるんですよ今の規制は。よろしいですか。それはもうちょっと持ち帰ってください。持ち帰って答えを持ってきてください。いかがでしょうか。大変重要なところだと思うんですけども、この回答はですね、検討チームでこれ確認した上でこういう回答を作っておりますので、同じ質問ですと同じ回答になってしまうかと思いますが、我々またパブリックコメントまた1ヶ月開始やりますので、その時にまたいただければ、その場で検討させていただきます。形式的なところはよろしいですけども、中身としてですね、真摯に、少なくとも技術に関わる人間でしたら真摯にこのことがこうだと、こういうことを明確にした上でですね、それで、だけどこのことはこういう理由を持ってやらないとはっきり言うべきです。それをですね、曖昧にしてね、この表現を見ても非常に曖昧なんですね。私はもう少しクリアに、はっきりと設計基準としていらないなら入れない、なぜ入れないか、確率上で言うのか、何で言うのか分かりませんけれども、ね、これはこういう範囲でいいんだということで、皆さんそれでよろしくございますかという確認を取る必要がある。私はそれはおかしいと思っているので、あえて申し上げているんですね。でそういうところがですね、これ一例です。随所にございます。つまり、今回の事故を受けて、基本的なところに戻って、ちゃんとした設計を見直すという根底をやらない限り、事故は必ず繰り返します。言っておきます。具体例を申し上げますとね、今回、また、今、冷却水ですね。冷却して、その汚染水が溜めているタンクが、また貯蔵しているところで漏れましてね。一つだったら、もう一つ漏れたんだよ。いや、移送先もまた漏れてる。これ何ですかって言うと、結局、最初の時に漏れたって言った時に原因不明なんですよ。今の原因でね。原因不明の状態で置いていったら、確実にそうなるんですよ。例えばこの前、冷却系統が、動物がね、ネズミらしいものが触って電源が落ちた。原因がわからなかった。いや、ネズミだから原因分かったって言ってますけど、その次に何やったかって言ったら、同じ電源系統で人が作業所ミスって、ね、漏電してでしょ、ショートしてでしょ。そうするとこれ技術で見るとどうなるかっていうと、そういう漏電しやすいね、ショートしやすいっていう構造と、それによって他が同時に多発的にね、全部やられちゃうシステムの問題なんですよ、単に設計上の、ね、そういうことしかできないっていうことはね、はっきり言いまして、原子炉で、ね、今、新しいプラントでしょ、やり直して撤去しても、同じことが、ね、福島の事故原因を徹底的に洗い出してやってない限りは、同じ構造が起こるんですよ、これ。間違いなく。今、水位計の問題と、
SR 面、ね、2万3000面の問題だけちょっと書いてますけど、あれもちゃんと解決できるのかどうか知りませんけども、そういうことが随所にあるんです。そういうことを洗い出して初めて事故に迫れる。安全の議論だと。私はそのように思いますけど、そういう考え方について、原子力規制庁としていかがお考えだったのは、根底から私は真摯にこう答えていただきたいと思います。以上です。今お二人から専門家のお二人からもそういういろいろとやり取りいただきましたが、非常に重要なところだと思うんですが、関連でどなたでも結構ですから、いかがでしょうか。谷岡さんどうぞ。はい、同じことの問題をその別の角度から考えてみますと、一つチェック機能という問題があると思います。ではこれは規制庁自身がそのどこまで例えばその指針が通るのであれ、それがちゃんとできているのかということもチェックできるかどうかという問題だというふうに思います。で先ほど説明がなかったんですけども、例えば虚偽報告ということがあった場合も、罰金は今上限がどういうふうになっているのかということをそのお聞きしたいんですね。でつまりその虚偽報告みたいなものをこの間その東電がずっと重ねてきたわけですけども、それはつまり虚偽報告というものが会社を潰さないかだと思います。しかしこの原発事故に関するその安全にかかる問題というのは、いわばそのいい加減にするということがどれほど恐ろしいことであるかということを我々に教えてくれました。でその虚偽報告が簡単にできてしまうという状況の中には、いわゆるその規制庁でありその保安院で、旧保安院であったところのものが独自に調査をする能力を持っていなかった、予算を持っていなかった、人員を持っていなかった、技能を持っていなかったということがあるんですね。その指針を立てるのはだからそういう形でちゃんと万全のものにしてやるためにはそれを守らせなきゃいけないわけですけども、そちら側の方についてはこの間その辺の問題というのを話し合われているんでしょうか。ですね、指示を出すときにですね、まあ、行政指導の形で出す場合と、それから法令に基づいて指示をする場合がございます。それで法令に基づいて報告を徴収する制度がございます。で報告徴収を法令に基づいてかけたときに、それに対して拒否があるとですね、これは罰則があったと記憶しています。ちょっと今法令が手元にありませんので金額などはちょっと分かりませんけれども、他方で必ずしも常にその法令に基づく報告徴収制度を使うとは限らなくてですね、口頭で指示をしたりとか、それから文書で指示文書という形で指示をするような場合にはこれは罰則がないということになります。先ほどの説明の中でこの、資料 8-1 の2ページ目に、ちょっとこれ日本語はどう理解していいのか、1番目にですね、新たな規制の導入の際には基準への適用を求めるまでに一定の施行期間を置くのを基本とするということは、これ一定の期間、その猶予するという意味なのかですね。さらにその少し下にですね、今回の新たな規制導入にあたった取り扱いで、今年7月の新規制の施行段階で、これこれこれとして必要な機能を全て備えていることを求めると。まあ、これを読むと何かこの施行段階では全てがきちんとしなきゃいけない。マルニのところにはまた施工後5年までに実現を求めるところですね。つまり私は一番最近の全体の流れで見て気になっているのは、そのバックヒットとか、まあ、表現はいろいろありますけども、新しい基準を作ってその基準が周り見てパーフェクトになったら許可するというのか、新しい基準を作るけどパーフェクトにならなくても5年以内に、例えばですが、5年以内にパーフェクトになる見通しがあれば、5年間は動かしていいというふうにするのかですね。どうも、私は総理の言葉を、なり、委員長の言葉を聞いていると、
だんだんそっちにこうずるずると行ってるように思って感じてるんです。でそれがここと関連してるのかどうかもよくわかりませんが、日本語としてですね、どういうことなんですか。つまりはある基準を決めたと、基準が100点、まあ、100点というかですね、基準をきちんとできたらいいのか、できてなくても5年以内にやるんだったら5年でも犯していいということになるのか、そういうことを意味してるんですか。私そこはものすごく重大だと思うんですよ。ちょっとまだ基準を担当しているものとして、この下の丸1丸2 の区別についてご説明をいたします。先ほどお話した通り、規制要求というのは機能要求でございまして、これこれこうする機能を備えること、例えば電源がなくなっても注水ができる機能を備えるとかですね、機能要求をしております。それで1番は今回基準で求める機能は、全て施工時に、満たしてくださいと、いうのが1番目でございます。先日パワーポイントで の概要をご説明しましたけれども、今回福島を踏まえて我々が必要と考える機能は一旦全て満たしていただいた上でですね、でさらにこれは例えば電源とかですと、そのバッテリーをですね、まず2系統を求めた上でさらに3系統目も求めております。したがってその3系統目、これはすでに2系統のバッテリーを求めた上でさらにそのバックアップ対策として求める、こういったものについてはこの丸2番に該当するものとして施工後5年までに整備してくれればいいですと。で先にちょっとバッテリーの話しましたけれども、ここに該当するのはこのバッテリーの3系止めと、それから以前スライドでご説明をした特定安全施設という航空機衝突が起きた場合に、その例えば100メートル離れた場所にその別の注水なんかをできる、施設を設けてもらうと、これについてはそもそも施工時にその可搬型の電源車とかいろんなもので、そういうことができる機能は一旦満たした上で、そのバックアップ対策としてなおその公設のものを求めるというものでございましたので、こういったものはその2番で、その5年間は猶予を認めるという整備でございます。公設というのはどういう意味です。その工場的なということですか。はい、工場的なということで、つまりもうそこにずっと設置し続けるというものということは、逆に言うと工場的なものを設置してなくても動かしていいということですね。はい、シビアアクシデント対策には可搬型のもので、可搬というのは持ち運びができるということです。移動可能、はい、でこれにはその柔軟性があるというメリットがございまして、可搬型のものによる対応で必要な機能を満たしていただいた上で、さらにその工場的な公設の設備も設けると。ここへ、はい、まあそのここの表現を見るとですね、信頼性向上のためのバックアップ対策だから、なんかこのおまけにさらにやるというふうにも、それは今の説明を聞いたらあるんですけど、今度は過半と公設というようにちょっと、信頼性向上の話とは違いますよね。結局何を言ってるのかね。だから私はどうも全体のそういうこの言葉のあやの間に、結果的に最終的にはここまでの基準なんだけど、だから非常に厳しいんだと言いながら、そういうその過半な公設だ、あるいは信頼性向上でさらに向上するためにやるところは5年待ってもいいという言い方にすり替えていってんじゃないかなと。はい、実はですね、明日10日にパブリックコメント第2回でやる資料にまさにそれを分かりやすく模式図で作ったものがございますので、またそれはご説明いたしますけれども、ものによっては過半だけの対応でもですね、必要な機能が満たせればこれは許容しうるということになってますので、過半っておっしゃるけど仮説だよね。簡単に応急的な措置だけでよくて、恒久的なものは5年間ほっといていいとおっしゃってしまう。必ずしもですね、仮説がその公設に対して劣るものという位置づけは与えておりませんで、持ち運びができるもの、それはシビアアクシデントが起きた状況というのは事前に予測が困難ですので、逆にそういうものを使った対策の方が柔軟性があるというメリットがございますので、米国はそういうやり方をやっております。で
日本はその米国式で過半のものをで必要な要求を満たしていただいた上でさらに公設を求めるという考え方をとっております。まあ、一つ一つの細かいところが我々なんとか全部は分からないけど、今の説明だって過半の方が柔軟性があるからよりいいんだったら過半でいいんだって、それは過半の方が柔軟性があるけれども最終的には公設にするというのは言葉としても論理矛盾なんですよね。それからこのページの一番上に一定の施行期間というこの言葉もさっきとの関係です。何を言ってるの、一定の施行期間を置くということは今言ったように基準に適合しないでも稼働させていいという意味ですか。はい、はい、当該部分につきましては通常ですね法令等で事業者に対して何らかの措置を求める場合にはですね法令を交付した後に一定の期間を置いてその施行をするというような措置が取られるものでございます。したがいましてこれは一般的な内容について規定したものですけれども、例えばその施行期間を例えば1年とした場合には事業者がその1年の間にですね法令や基準等で求める措置について1年の間で対応をしていくというような期間を置くことをその基本にするということで書いてございます。だからその1年経つ前に稼働させていいとか、それとも1年待たなきゃちゃんとその基準に適用するした段階で稼働できるとか、はい、で今回は正し書きの部分なんですけれども、その規制基準の内容が決まってからですね、今回7月に施行になるんですけれども、その実際に交付されてからですね、施行までの期間というのは短期間であることが予想されるということでございますので、事業者が施設の運転を開始するまでにその基準の適合について求めるということとしてございます。もう一回言ってくる、よくわからなかったご質問に対する答えの、まず最初のご質問に対する答えとしては、施行期間を置くということは逆にその施行の間はその適合の猶予が与えられるということですので、その間は運転ができるということです。だから一番問題なのは、ブレーキが故障していると、そうすると1ヶ月後にはブレーキの故障が治るなら、その1ヶ月前からそのブレーキの故障のままで走っていいという、そういう意味になるの。すいません、ちょっともうこっち言葉の、はい、補足させていただきますと、ここの今ご指摘になった一定の施行期間、周知期間ということだと思うんですけども、ここについてはあくまで一般論で書いてあります。で今回はまさに先ほど田口の方からご説明しましたけれども、丸1のようにですね、7月の施行の段階で必要な機能を全て満たすということを求めるということでございます。で今先ほど言ったのような、そうです、周知期間と施行期間というのが一緒なの。すいません、ちょっと言葉が周知というような物事ができた上で伝えるというんですよ。それこそ選挙の区割りを周知すると全然意味違うんじゃないの。つまり問題ははっきり答えてください。そのね、言葉で、こう、なんていうか、後になって言葉でね、こう書いてあるから、こう解釈するんだじゃなくて、簡単に言えば、新たにこの基準ができたときに、その基準通りになったら、少なくとも規制委員会は、安全性ではこの基準通りですというのか、基準通りに、1年のうちとか5年のうちにできるんならば、その5年前に、できるという見通しのもとで、じゃあもう動かしていいですよというのか、これ全然意味違うんですよ。どっちなんですか。前者です。前者はどっち。基準通りにならないと動かせない。じゃあこの施行期間ってどういう意味。そんな言う必要ないじゃない、施行期間だってこと。この丸2番の施行後5年までに実現を求めるというのは、さっきちょっとその過半と仮説の議論ありましたけれども、その過半だから過半をその将来公設に置き換えるという意味ではなくて、過半でまず安全性を7月の時点で満たしていただくことを求めていて、さらにプラスして公設もつけていただくと。でそのプラスしてつけていただくやつはバックアップ対策なんで、
これは5年間の猶予を認めますという意味です。したがって7月の時点で今回要求していること、これを全て満たしていただくことを求めていて、満たせればまあ稼働ができるということになります。だけど過半では時間がかかるって言ってたじゃないですか、対応するのに。あまりもう繰り返してもちょっと私の日本語の理解力が不足なのかと、それともインチキなのかわからないけど、1行目のこの一定の施工期間を置く、期間を置くっていうのは普通はその期間をそこに置くんでしょ。そうすると置くということはそれまでにやっといて、実際は施工するけど条件が整うのは一定の期間全く大丈夫というふうに猶予すると、つまりはその本当はすぐ牢屋に入れるんだけど、まあ、一定の期間はじゃあ様子を見ましょうという、そういうふうに日本語だと読めるんじゃない。私は特別にこう意地悪く解釈しようとしてんじゃなくて、ごく普通に書くんだったらその基準が適用したら、まさに適用したら適用するんだって、適用する前に施工期間を置くというのは、適用してないのにとりあえずは適用するだろうということで置くというふうな、そういう解釈になるんじゃないかということで聞いてるんだけど、そうじゃないんだったらそうじゃないふうにした。ちょっと繰り返しになってしまうんですけれども、当該部分、ここの部分につきましては、一般的なその新しい規制の導入の際に書かれた、導入の際のことについて書かれたものでございまして、通常であれば、その法令や基準については、その一定の、その期間、周知期間等々を置くのは基本なんですけれども、今回に限って言えば、その施工までの期間が短いと。ということですので、その運転を開始するまでにその行うということでございます。それはすごく矛盾してませんか。ちょっと、もしかしたらご回答になってないかもしれませんが、今回この丸2番でイメージしているのは、施工後5年までに実現を求めるなので、したがって施工はするんですけれど、その適用の猶予を認めると。これ法令上そういう書き方ができますので、施工はして、で施工後その申請なんか受け付けられるんですけれども、実際にそれをその満たさなければいけないところに猶予期間を与えるという制度をイメージして、この1番2番の関係を書いております。さっきから一般論としてとおっしゃってるんだけど、旧保安院をわざわざ規制庁に作り直して、安全委員会を規制委員会に作り直さなければならないほどの大きな事故が起きて、いい加減にその奈良官邸やそのやってきた規制というものを安全基準というのを新たにするということで、大変大きな再出発を私たちはやろうとしてるんですよね。それは一般論ではなくて、今回一回限りの特別な状況であるということから見て、一般論なんていう議論がここに出てくること自身がおかしいし、そしてこれは本当に特別なレアなケースとしてそのやるわけだから、それについて素直に書けばいいのに、さっきから一般論と猶予と云々みたいなのがずっとくちゃくちゃになってるんだけども、ここ全然整理できてないと思うんですけども、いくら聞いてた。すいません、今回のまさに今回のその施工の話について一般論を最初に書くのがおかしいじゃないかっていうところについては、まあ、確かにちょっとその分かりにくいところがあるっていうのは、はい、すいません、おっしゃる通りだと思います。いずれにしても今回は先ほど田口の方も申し上げましたけれども、7月の施工段階で必要な機能は全部満たしてもらうということでございます。すいません、ちょっと、分かりにくいんですけど、その1ページ目から2ページ目の間のところっていうのが実は文章が続いてまして、要はその爆ヒットは今回だけの制度ではございませんで、当然その新しい知見、例えばその HF 事故の教訓からですね、また今後調査が進んで新たな知見が出てくれば、それはどんどん規制に追加をしていくような話でございます。で、こういうそのバックヒットはこれから何回も起こっていくんで、まずここでその一般的なそのやり方っていうのを解除をもってことで、こういうふうに書かれてるんだというふうに理解をしてまして、その時は要はその、この今回のバックヒットのプロセスが終わって、まあ、ある、
その基準に適合しているものは動いているような前提だというふうに思っていただければいいのかと思います。で、その時には、要はその新しい基準がポッとできたからといって、そのすぐにじゃあ、その新しい基準が今できたんで、そこで例えばその原子炉の運転を全部止めてくださいというようなものっていうのは、そのなかなか難しいだろうということもありまして、当然その法令、その法によって適合に運転されているわけですから、その時点ではですね。で、その場合には一定の、その、まあ、施工期間というふうに書いてますけれども、一定のその、まあ、猶予期間というものが必要になると。ただし、今回は、あくまでも、その7月にちゃんとその基準を守ってくださいというのが原則だということです。あのね、簡単に言えば 3.11 の事故が起きて、まさに安全保障を潰して、そして規制委員会も作って、で新しい基準を作ったら、ある意味で期限元年なんだよ。将来、このまた3年後、5年後にね、さらに何かの使用税やって、バックヒットでどうこうという話の問題とは違うのよ。それをまた一般論にすり替えてるわけ。いろんな法律改正、それは我々って知ってないわけじゃない。で今回は、いや法律改正じゃなくて、形式法律改正かもしれないけど、つまり、ゼロ点からやり直すということじゃない、これだけの事故を起こしたんだから、それと。そういう意味で言えばね、そんなになんかこう、枠人があるからね、一般論で、そうなった時に、すぐから止められないみたいな話じゃなくて、現実に、まあ、2期が止まってるんだし、まあ、言ったらその2期だって、活断層が認定されれば、止めなきゃいけないって、規制委員長自身が言ってるんだから。つまり、今回の7月のこの基準が、新基準が、まあ、内容がいろいろあるにしても決まったときには、その基準を満たさないものは、少なくとも稼働できないというふうに理解するのが国民、自然な話だと思うんだよ。それを何かこの、それも一部、その、過半だとか、公設だとか、信頼性向上だとか、なんとかだとか、さらなる追加なのか、今回だって信頼性の、まさに確実な信頼性を持たせようとしてるんで、だからこういうやり方だと、私は少なくとも総理の、答弁なんかを聞いてると、こういう表現を持ってすればね、全部、しばらくの間に時間がかかるから、まあ、それまでの間にやりますから、とりあえず電気が足らないし、電力会社の経営もあんまり芳しくないから、とりあえずは使わせてくださいという根拠に、私はなるんじゃないかと思ってずっと見てるの。で、今日説明聞いても、それをきちんとした答えには、私には受け止められない。私、3点同じことで聞かせていただきたいんですけど、いつの間にかバックアップ対策がバックフィットの話にすり替わってると、思うんですけども、少なくともバックアップ対策、例えば福島でもバックアップなかったわけですよね。ないから全電源喪失になっちゃって、でもバックアップについて施工後5年シビアアクシデントの猶予するっていうことですよね。そうするとバックアップのない状態で、降雪でも過半でも何でもいいんですけど、事故が起きた場合の責任はどこに来されるんですかね。規制委員会ですか。これはもう規制委員会がいいよ、これをバックアップまではなくてもとりあえずやったらいいんだよってお墨付きを与えたわけですよね。でもたまたま運悪くバックアップ体制が何らかのことで、分かりませんよ何かっていうのは、降雪か過半かっていうのは分かりません。でもとにかくはここでバックアップがあったら大丈夫だったのにと、でも起きちゃったよねっていう場合の責任は誰が取るんですか、規制委員会ですかっていうのが一つですね。で、あとこれってすぐ問題になると思うんです。再稼働させて何かが起きた場合、でも一応基準満たしてるんだけど、テロについてだけはバックアップ体制なくてたまたまなっちゃったんだよと、いや電力事業者はちゃんとやってたし、あんま規制委員会の問題なんじゃないのっていうことになるのかどうか、それからさっき の後藤さんと井野先生のお話のとこでは、一体立地基準は見直すのか見直さないのか、炉の設計基準は見直すのか見直さないのか、もうすごく詳しいこと言ってくれてるけど単純なことが分かんない、
マーク1ダメなのか、あるいは立地基準で放射能が降るようにちっちゃうと、それは見直さなくていいのかどうかだけ分かりやすく3点答えてください。1番目、施工猶予期間中の事故は誰の責任に帰されるのか。2番目、立地基準の具体的な見直しは何か。設計基準、特にマーク1は見直されるのか。1点目、責任というかですね、安全性に一義的責任を負うのは事業者であるというのが、これは日本だけでなく世界規制機関の共通の考え方でございますので、基本的にそのどこに責任があるのかというふうに突き詰めると、これは事業者であるべきだというのが我々の考え方でございます。それから立地基準は見直します。そして安全評価指針、先ほどちょっと私はお答え損ねましたけれども、安全評価指針はこれまでのものを使い続けるという前提で今おります。ただもちろん継続的な見直しというのは今後ともやってまいりますので、その中で必要な見直しが続けていかないと言っているわけではないんですけれども、当面は従来のその設計基準の際に基づいて使っていた安全評価指針は使う予定でございます。先ほど菅さんがおっしゃってたその5年猶予の問題、これがもう一番問題だと思うんですね。僕は規制委員会にこう多少は期待してたんですが、これでもう本当にがっかりしました。もう全くこれではですね、今安倍さんの方からの質問もあったけども、責任がそのこれで認めて事業者が動かした時に、まあ、それが事業者の責任だということになっちゃうのかどうかわかりませんが、ともかく規制委員会はその現時点でやれるべきことは全て安全対策をやるっていうのが原則じゃないんでしょうかね。それをさらなる信頼性向上というようなことでバックアップない状態で動かすということは、やるべきこともやってないでも動かせるんだということは、まさに事業者に、まあ、迎合しているというか、そういう指令になってしまったと思わざるを得ないんですね。これはやっぱり絶対改めてもらわないと、とてもまたその再稼働に関してですね、その信頼を得るというか、そういうことには絶対ならないと思うんですね。これはその何て言うんですかね、そのさらなる信頼性向上というような言い方はその、まやかしだと思うんですね。それから機能要求だというようなこともまやかしだと思うんですよ。機能要求としてやるべきことがあるわけで、下半施設と公設設備両方相まって、今の知見でやるべきことがあるわけで、時間的に例えば持ってきてつなぎ込むなんていうのは時間的に間に合わない場合もあるわけで、そういう時にはやっぱり公設が必要なわけでね、やっぱりそこはちょっと考え方がやっぱしおかしいと思うんですね。このバックアップとか信頼性向上などというのはやっぱり、私はまやかしの表現だと思います。自由民主党の秋元真人です。パブリックコメントのことについて聞きたいんですけど、この手元にある資料だと、パブコメの期間が2月7日から2月28日ということになっていますけど、行政手続き法だと30日以上というふうに決められていて、基本30日以上、まあ、逃げ道もあると思いますけれども、まず第一番として、これなんで30日以上じゃないのかということについて教えてもらいます。今回パブリックコメントを2回やろうと思っておりまして、この2月にやったものは行政手続き法に基づかない任意で行うパブリックコメントです。それで行政手続き法に基づくものは明日委員会に報告してその後やる予定でおりまして、これは30日やる予定でございます。これは基づかないものだとしても30日取ってもいいと思うんだけど、なんでこれは30日取らないの？全体その施工の時期が決まっておる中で、まあ、委員と一緒に議論して、まあ、3週間、最大で3週間取ったというものです。それは施工の時期で後ろにお尻に合わせるんじゃなくて、やっぱりしっかりそれは期間としては取るべきだったんじゃないのかなと思うんだけども、まあ、次は30日取るってことだから、まあ、手続き法上にあるね、やむを得ない自由によりっていうことの、やむを得ないってことを使わないように、
しっかり手続きにのっとってやっぱり30日以上しっかり期間を取ってもらいたいというふうに思います。それと、特定安全施設の話なんですけど、これは今回の件に関してはこれ航空機の衝突に関してのものが目的として表面上打たれてますよね。で、私も説明受けたから分かってますけど、津波と地震に対してはどうなんですか。特定安全施設に対する要求として航空機衝突を想定した施設とすること、それから基準地震動や基準地震津波にも耐えられることを同時に求めております。でこれ同時に求めてるんだけど、ここの38ページ見ると第1号と第2号を一つの施設が同時に満たす必要はない、複数の施設で要求を満たしても良いというようなことがこれ逃げ道のように感じられるんだけど、この辺はどういうふうに解釈したらいいんでしょうか。はい、2つのものを作ってですね、1つが、過半の施設の、過半と公設の施設の議論と同じになっちゃってさ、結局両方あればベストなわけでしょ、片方だとベターで、これは両方やっぱり求めてなんぼじゃないの、やっぱり、片方だけあればいいよねって、片方だけとりあえず基準満たしてれば、施工して再稼働認めちゃうよねって、5年、だったらまあしっかりやってねって話はさ、これはやっぱりおかしいんじゃないの。だから過半というのが規制庁から説明受けてるから、その過半というのは仮説じゃないんだよって話はよくもう説明受けたから分かってますけど、アメリカも過半でやってんだと、だから過半が仮説じゃないんだよってことはよく分かってるけれども、それはだったら過半も常設の公設の施設も両方セットで設置して初めてOK ということにするべきじゃないんですか、これは。それとあと、まあ、後藤先生にちょっと教えていただきたいんだけども、この基準の中に、水蒸気爆発がこう想定されてないというのは、ちょっとどうなんだろうと、特にマーク2に関してはどうなんだろうと、先生は専門家ですから、ぜひ教えていただきたい。私はここに規定されるべきじゃないかなというふうに思うんですけど、どうですか。シビアクセントって、要するに炉心が溶融した後にそれを冷却するには水が当然入るわけですね。そうすると、その水と接触すれば蒸気爆発の危険性は極めて高いです。しかも、マーク1が飛ぶ時には圧力抑制プールが横にあって、原子本体の下になかったですから、落ちても、溶融物が落ちても下に大きなプールがなかったんですね。若干の水があっても。だから蒸気爆発が起こっても比較的起こしにくかった。しかしマーク2というタイプは原子炉の本体の下に1メーターちょっとぐらい のコンクリートの壁なんの床なんです。それが突き抜けると下にプールです。その時にはプールに直接行きますので極めて水蒸気爆発の危険性が高いです。でこれは実は水蒸気爆発についての議論はそういうことが起こりうると書いてあるんですけど、対策としては一切やってないというふうに私はちょっと理解しているんです。水蒸気爆発が起こることに対してきちんとですね、対策、それも起こらないように、あるいは防護する、というふうになってないというふうに思っています。そういう理解でよろしいでしょうか。はい、ちょっと今日はお詳しくありませんけど、基準の骨子案の中でですね、格納容器の有効性評価を求めておりまして、事業者にその炉心が溶けたときに、それでもその格納容器が壊れたりしないかということを評価をすることを求めておりまして、その中で溶けた炉心がその外に出てですね、水と反応して、爆発によってその何か壊れるとか、こういったことが起きないかということは評価を求めておりますので、今後申請が出てくるときにはそういう評価もなされて出てくると、それを我々が確認するという流れになります。そうすると評価をして計算で持てばいいとか、そういう評価をするということですね。そうするとその前提条件には、それが解析でできるとか、確認ができる、確実にそれは分かるということが前提ですよね。
で、私の理解では水力爆発というのは未だに物理現象としてどこまでどういう現象でどういう時に起こってどうなるかということに対して物理的なメカニズムさえ確定してないという理解をしています。これ何十年もやってますね、研究。だから怖いし、わからない。で、毎日の爆発っていうものは、普通に計算して出してですね、やることによって評価をしていいのかっていうのは、これは皆さん本当に考えていただいた方がいいと思うんですけど、例えばですよ、あるガスでも何でも充満して爆発しそうだと言ったときに、いや、計算したらね、この濃度はこんなもんですから、みんな逃げなくていいですって、ここに留まっていられますか。技術っていうのはそんなもんじゃないの、科学と技術っていうのは。ある程度ね、計算でできますよ、もちろん拡散解析とかやったらね、こんな濃度になるとか、蒸気爆発ってある一定のことできる。だけど、それを確実に防ぐのはめちゃくちゃ難しいんですよ、事故。だからこんな事故になるわけですね。そうすると、水蒸気爆発は評価すればいいなんて、そんなバカなんじゃないんですよ。家の中でね、火災が起こった、家の中で。ね、そこに、非常に危険な爆発物があるけど、評価をすればいいなんて判断ないでしょ。撤去するでしょ。あるいは防護するでしょ。そういう発想も入ってないの、これ。これが安全規制ですかっていうことなんですね。蒸気爆発の典型です、これが。他にもあります。炉心溶融を起こした後に、水をここに入れるって書いてますけど、どうやって冷却できるんですか。今どうやって冷却できてるんですか。溶融物どこにあるんですか。どういう状態なんですか。一つでもいいから答えてください。それなしに冷却するっていうことがね、なんで簡単に言えるのか。原子力安全規制になってないでしょうかと私は理解してるんですけど、私が勘違いでしょうか。おっしゃる通り、その今福島第一で本当に燃料がどうなっているかというところはちょっとまだわからない状況です。で、この基準はそういう福島で起きたこれまでに明らかになったことを踏まえて同じことを防止するために何が必要かという観点で作っておるものです。これまで分かったっていう時にじゃあすごく素朴な質問に変えたいんですけど、先ほどから後藤先生がおっしゃってるようなマークアンドの設計基準から見直すべきであるっていうのは、かなり古くからアメリカの NRC でも地震に弱いとずっと言われてるわけですよね。で、一方で 2ヶ月間メルトダウンを隠して出てきたデータでは地震の影響はなかったっていう結論づける報告が出てて、ここの文章にあるその時点での最新的な科学的知見というのはどちらを選んで選択されているのかっていうことが問題になるんじゃないでしょうか。まず第一点、その点があります。つまり先ほどから設計基準から見直せっていう議論はかなりアメリカの NRC も含めて古くからある議論がたくさんあるわけですね。未解明の部分もたくさんありますけど、それから最新のって言った時に一応2ヶ月間メルトダウン隠して東電とホワインというちょっと私口が悪いですけど犯人の方々が出してきたデータでは地震の影響がないっていうふうに出てきていて、どちらが最新の科学的知見だと考えているのかっていうその選択をしているように思うんです。私には多分後藤先生は古くからある地震の問題点を含めて設計基準から見直した方がいいんではないかという意見だと思うんですね。で、私の誤解かもしれませんがこの原子力新しい規制庁は2ヶ月後に出てきたデータに基づいて何かを作っているように私は見えるんですけど、これは勘違いでしょうか、どちらが読んでるでしょうかというのが第1点です。で、第2点はこの文章は確定されてるのかな。私はどう読んでも施工段階で施工というか基準 を何か満たしていればやはりやろうとしていれば5年間要するに猶予されるように読めるんですね。で、これ試案ってなってるんですけど、
新聞の伝えるところだと、まあ、委員長の発言の中になのかどうか分かりませんけど、例えばフィルター付き弁当なんかも入っているようなもんですね。そのこうバックアップっていう、 こう書き方をしてるんですけど、でもしフィルター付き弁当を猶予してしまうと、この間あの最大の福島事故であの問題になる国家犯罪じゃないかと思うくらい私にはあの思えるんですけど、メルトダウンを隠して弁当した、で屋内退避のままだったっていうことの、その関係者が持っている問題から言うと、フィルター付き弁当が不可欠なんじゃないでしょうか。弁当した5年間の間にもし起きた時にすごいことが起きることにまたなるんですよね。ただしそれは多分フィルター付き弁当はコストがかかるし、多分どういう形になるか私も専門家では分かんないですけど、あのカスタマイズ一個一個の原子炉が されて大量生産の品物でないとすれば、それなりに相応をつける時間がかかりますよね。でそれどのぐらいの時間がかかるものなのかで、実際にその期間の間、もし事故が起きた場合にこの安全基準はあの事業者の責任だっていうんですけど、あの施工を義務付けない原子力規制庁は責任から免れることになるのか、これが2番目の安倍さんの質問をもう少し具体的に下ろすとそういうことになります。で3番目は試案ってなってますけど、これを正式の文書なんでしょうか、あの規制庁としての正式な文書なのか、委員長個人的見解なのか、それとも これはあの修正される余地のあるものなのか、私ちょっとその文書の性格について3番目をお聞きしたいと思います。最初の2点についてお答えしています。あの安倍先生にもあのご指摘いただいて、ちょっと私の回答から漏れておりましたけど、マーク1独自 の見直しをするかということについては今回はあの想定しておりません。それであのあくまで必要な機能を我々の方で指定をして、それを満たせばあの良いということで、まあ、結果として満たしやすいよと満たしにくいよはあるかと思いますけれども、そこまで我々はあの借りてはおりません。それから弁当についてはあの、実はその BWR についてはあのフィルター付き弁当があのすぐあの必要になります。それであのさらに加えてあの特定安全施設、あのテロ対策の特定安全施設の中にも実はフィルター弁当も入ってまして、でこれはあの PWPWR 両方ともに求めております。こちらの方はあの5年の猶予の方になりますけれども、あの BWR にあの求めるそのフィルター弁当についてはこれは即時で求めるので、その先送りにするということではあのございません。それからあの国とその事業者 その責任の関係、まさに資料 8-1 のですね、あの1ページ目の総論のところにまさに書いておりまして、やはりあの我々の考えは事業者が安全確保に一元的責任を負うと、で規制当局はその安全性の証明責任に我々が責任を負っていると履き違えると安全神話に逆戻りしてしまうので、我々の役割はその発電所がその規制の基準を満たしているか否かを確認をし、それにより達成される安全レベルの説明を行うことを役割とするということで、まあ、あのご指摘の点はここであの委員長の案としてあの整理をさせていただいております。はい、あの3点目の質問でございますけれども、あの本資料につきましてはあの3月あの19日にあの委員長があの今後の課題にかかるですね、基本的な方針について公開の委員会の場でその委員会で議論をするための目的でですね、あの委員長としてあの取りまとめたものでございまして、あの、まあ、19日の議論でおおむねその基本的な方針についてあの合意されているというふうに考えております。今のですね、あの私非常に引っかかるのはやはりあの皆さんが今ご指摘されているようにね、例えばフィルターベッドっていうと相対的にはですね、格納容器の大きさが、まあ、圧力抑制プールの性能もあるんですけども、 BWR は小さいわけですね。ですから一気に圧力が上がってダメになったと、これが実態あります。でこれは、まあ、その問題があるんですが、その解決方法は置いといて、だからフィルターで、私はフィルターでいいと思ってるわけじゃないんだけども、なかったらもっとまずいからつけると決めたと、まあ、しょうがないね。じゃあ BWR は
容器が大きいので加圧して圧力温度が上がるまでには時間がかかります。確かにそうです、若干ですけど、多重故障して同じ状態になるとね、時間の問題で確実にいくんですよ。同じ状態が想定されるんですよ。それなのになんで5年の猶予ができるのかっていうのはね、まだこれがね、全く福島の事故の前だったら私もね、こう妥協しちゃってたかもしれない。今そうだな、まあ BWR はいいか、今度はダメですよ。福島ではね、P も同じもダメで、水素があれだけ大量に出るって事実があって、ね、加圧されてガーッということ、行った時にどうなるかっていう議論があるわけで、しかも長期にすることがある。そうするとどこかの段階で炉心を起こしてしまうと、ね、ベントが必要になるのが明らかで、だから PWR もベントをつけましょうっていうふうに一応考えたわけでしょ。ところがそれは時間、事故の時間の余裕が比較的長いっていうことだけなんですよね。でそれが最後の取り出ですからね。今の毎日そこのシーケンス、そこの事故の状態になった時にはフィルターをつけなかったらそのままドーンと出すわけでしょ。そんなものをね、猶予期間を設けるということは、私は福島の事故をね体験した我々としてはね、とてもじゃないけど考えられないんですけどね。だからフィルターをつけないで運転するなんていうことはとんでもないことということと、あとですね、特定安全施設でも本気でそれ心配してやるんだったら当然それは即やるべきですね。で私が気にしたのは航空機落下の問題はね、テロとか航空機が事故でいくって、まあ、両方あり得ると思うんですね。そうするとその時にもですね、あの前にもちょっと指摘したかもしれませんけども、あの条件がついてるわけですよ、評価上の。例えば航空機が墜落する時にはこう確率で評価していいような話が出てくるんですよね。で未だにね、確率をとかそういうなんていうかな、あの、ある解釈を持って対策としようとしている姿勢がね、随所に残ってるっていうことが非常に私は問題だと思うんですね。ですからちょっと話の論点を2つに分けた問題なんですけど、前者に関しては、やはり猶予期間を設けるというのはおかしい、まず。あの、具体的な猶予期間を設けていいっていうね、対策の中に、格納容器スプレーが入ってるでしょ。格納容器スプレーの関連の施設が確か入ってますね。でそれなんかもね、格納容器スプレーっていうのは格納容器の圧力温度が上がるところをそれを冷却するための重要な施設ですから、その落下とはいえね、当然必要なんですよ。でそんなものをね、猶予期間を設けるっていうのは私は理解できないと思います。はい、まず PWR についての弁当の話でございましたけれども、骨子の中ではですね、機能要求ということのまさに一例なんですけれども、国が求めているのは格納容器の加圧破損防止対策ということで、格納容器の圧力が上がったときにそのままにしておくと格納容器壊れますので、それを防止できる対策を求めておりまして、それでその一つのやり方がベントで空気を抜くやり方ですけれども、中を直接冷却できれば圧力を下げられますので、PWR については今格納容器再循環ユニット、格納容器クーラー、ドライウェルクーラーと言いますけれども、そういうものがありますので、これを使うことで格納容器のその加圧破損防止をできるであろうということもあって、いうことで私がその B だけもフィルターベントが必要というのは申し上げるのはそういう趣旨でございます。それからスプレーについて先送りしているというのは特にございませんで、スプレーについても必要な機能はまず過半型で必要な機能をまず求めた上で、さらにその上に上乗せするその特定安全施設については5年というふうにしております。それから航空機の落下の話は設計基準とそのシビアクシデントと考え方を分けておりまして、設計基準については確率で切りまして、これは事故として意図せざる落下によってその航空機が発電所に落ちるという確率を計算して10のマイナス10以下であればマイナス70以下であれば考慮しなくてよいと、これ設計基準の世界ではそういうふうにしておりますが、シビアアクシデントはそれを超えた状況を想定しておりますので、今回のあとテロなどについてはその確率で判断できるものではありませんので、今回設ける特定安全施設についてはこれは確率ではなくて意図的に衝突があった場合に対策を、あらかじめ設けておくというものです。時間の関係であれですけども、一つ航空機の落下についてはですね、テロと事故、
事故であっても確率で扱ってはいけないっていうのが私の、意見です。というのは前も言いまして、その御巣鷹山の事故というのは、事故というのは航空機の落下事故というのは制御不能なんですよ。その時突っ込む可能性があるんでね、もう航空機の時代ですから、今ねジャンボ機が飛び交ってるわけでしょ。そしてそういう時にね、航空機の落下に対してね、確率が小さいからなんてナンセンスなんでいけないんですよ。原子力ってそれほど厳しいですからね。万一の時あった時にはまあごめんなさいって言えるならいいけど、そういうものじゃありませんからね、言ってね。それとあと、先ほどの、ベントの PWR の話しますけどね、ベントの話についての相対的な問題があるとするならば、じゃあ水素対策についてどうかっていうふうになると、ね、PWR は水素対策をちゃんとやってるかという問題になる。イグナイターとかね、リコンバイナーっていう、まあ、装置つけますけどね、処理装置つけるんですけど、あれが確実かどうか怪しいんですよ、私の思ってる。というのは、沸騰水型は中に窒素を封入して確実に、中では確実にですね、パッシブだ、ね。何があっても水素爆発を起こさない設計したんですよ。じゃないと危ないから。加圧水型はそうじゃない。水素が出たら極めて危ないんですよ。その装置なかなかだったらバーンとダメになる。そういう関係になるんですよ。だから、同等に考えるんだったら、ね、水素に対してですよ。同等の安全性を考えるんだったら、窒素を封入すべきだっていう、そういう論理になる。というふうに、いろんな安全の問題というのはですね、考え方によって、きちんとやらないと対策にならないというのが私の意見です。で、ちょっと時間の関係で、次の課題に移らせていただきたいんで、はい、だいぶ時間が押しておりますが、後半のところに入りたいと思います。ただ一つだけ私の方から前半のところということで、まあちょっと猶予期間中に事故が起きたときに、それは事業者の責任だというのは、とってもじゃないですけど、誰も納得できないんではないかということはもう一度申し上げておきたいと思いますし、立地基準、設計基準の見直しの問題もですね、これこそ、これ先ほどから出ているように3月11日があったから、今この規制委員会が独自性の高く中で設置されているのでありますから、設計基準を見直さないとかというのは、いかがなものかなと私は思いますし、その根本にあるのは、実は原因がはっきり、実はどこの、はっきりしてないんじゃないですかということだと思います。これはずっと論議になってますし、そういう中で先ほど谷岡議員からの罰則のことも出ましたが、国会事故調が調査に入ろうとしたときに、東電が虚偽の報告をしたことに対して、東電が調査をしてそのことに対して納得をしてしまっていることはいかがなものかというふうに思います。つまり根本ができていないのに、原因がはっきりしていないのに、その中でも見直しをしないとかですね、そういうことを進んでいることに非常に問題を感じております。これはですから引き続き取り組んでいきたい、取り組んでいきちっと取り組んでいきたいと思います。それでは後半の部分ということで、横田先生、今ね、後半のですね、この特別点検というのがあるんですが、今の高経年化に加えて、足されるのはこの特別点検だけなのかということをまず一点お伺いしたいんですが、で、その中身なんですけれども、このですね、3ページの PWR プラントと BWR プラントと分けていって、原子炉容器の対象部位が PWR では母材及び溶接部の炉心領域 100% となってますね。それに対して BWR は炉心領域接近できる全検査可能範囲となってるわけです。これはおかしいんじゃないでしょうか。PWR でやるべきことをなぜ BWR でやらないのか。それはもし BWR がですね、この 100% できないという構造であるならば、これはもうダメだということになるんじゃないでしょうか。まあ、それだけをお聞きします。はい。すいません。40年の運転、延長制度につきまして、求めるものにつきましては、この特別点検をその事業者に対して求めるとともにですね、その延長した期間においても、その技術基準が満たすこと、技術基準を満たすことをですね、その点検によってその出てきたものについて評価をするということでございます。あとすいません、先生ご質問ありました、その BWR プラントについて可能範囲にしていると
というところについては、ちょっと今、手元にですね、資料はございませんので、後日ですね、ご回答させていただきたいと思います。資料がないってどういうことですか？こうした理由はあるわけでしょ？あると思うんですけれども、ちょっと直接ですね、ここの部分について、担当しているわけではありませんので、後日ご回答したいというふうに考えています。わからないってことですか、理由が、こうした理由が。ちょっと現時点ではわからないと。担当の問題ですか、こういうのは。ちょっとおかしいと思うんですよね。そんなこと全体で共有してこういう案を出すんじゃないですか。あなた、後継年間の、なんか、対応の、チームの、なわけですよね。その中で議論してないってことですか？法令のですね、その内容とかにつきましては、担当している部分もあるんですけれども、ちょっと技術的な細かい部分については、ちょっと大変申し訳ないんですけれども、ちょっと今日、現時点では分からないので、後日ご回答したいというふうに考えております。そうですか。ともかくこれは基本的な問題で、全検査可能範囲ということは、検査しないところがあってもいいということを言ってるわけですね。で、溶接部じゃなくて全部やらなきゃいけない。これは最近、溶接部じゃなくて、もう我々が、例えばベルギーの、ドールのサンゴとか、そういうので、DIA が最近見つかっているというのは事態もあって、そういうことから踏まえば、ここはきちんとしなきゃいけないはずなのに、なぜこうなっているのか。これはぜひきちんとした回答をでは後日お願いしたいと思います。あと続きは、今の件は私も思うんですけども、少なくともですよ、40年経ってっていうことはですね、相当いろんなところが傷んだり腐食したり、場合によってはクラックが入ったりする場合もあり得るわけですね。そうするとそれを確認するために見ようと思ったけども、境界であるとか、形状とか、多分私の推測だとね、圧力よくノズルっていってこう、配管につながるとか、そのいいものがあるんですね。それが直立こう丸くなってる、カーブして。で、昔はですね、スポンと丸い、こう丸い一番エントのところスポッと切って溶接してるんですよ。そうすると、そういうところ、平外検査できない。もう少し直線分を伸ばしてね、直線のところにしてから溶接するってして、今してるはずなんですけども、そういう、昔はそういうことがちゃんとできてないのがあるんですよ。そういうものもね、これで良しとするのはですね、極めて危なくて、ね、つまり、確認して、確実に確認して結果がないから、運転ちょっと古くなったけどいいかなっていうのはまだわかるけど、見えないから良しとするというのは最悪ですよ。よく議論するところのグレーゾーン問題ですよ。危険か安全かよくわからない状態でグレーだからやっちゃいましょう。欠陥があったら一発でおしまいですよ。こんな論理はないというのを言ってるんですね。それとあと私なりにちょっといくつかありますんで、ちょっとこれ見ていただいて、資料のですね、これは圧力容器はいいとして、これ格納容器についてちょっと私なりの意見を言わせていただきます。これマーカー型の回路型ですから格納容器の絵でありまして、老朽化したときに何が問題になるかっていうところの一つはですね、左に書いてます、格納容器弁当管、これ格納容器弁当じゃありません。外に出す弁当じゃなくて、圧力抑制室から、圧力抑制室へ吹いてるんですね、斜めについてる配管です。これはベローズがありましてです、ね、境界の非常に狭いんですね。検査方法がきちんとしなきゃいけないはずで、ここは項目として開けてますが、こうなってるんですね、細かく見ると。あそこ蛇腹になってます。で、大体、厚さが2、3ミリの非常に薄いステンレスです。直径が1メーターほどですね。で、ここ、バウンダリーなんですね。で、ここを私、検査するのは非常に難しいと思ってる。隙間が、クリアランスですね。数十ミリで長さが非常に何メーターも奥行きますから、簡単に見えません。で、これはちゃんと義務付けるんでしょうねって確認です。確認できるんですねってことです。で、そうしないと、これは、安心して運転できないと。で、実際私はこれをロボット開発したことありまして、実際やってみました。見たんですけどなかなか大変なんですね。評価も大変でした。
浜岡のプラントでやったことがあります。それから、もう一つは右上ですね、格納容器のですね、コンクリートに下に埋め込まれる部分があります。ここにサンドクッションといって、外側に溶接した箱がついていて、中に砂が入っています。でこれ何かというと、設計上ね、こう力が加わって逃がすようになっているんですよ。ですから、これはですね、古くなるとそこに水が入ると腐食するんです。で実際に海外ではそういうところが腐食した例があって、で非常に重要です。でこういうところの検査は確実にできるのかどうか、どこまでやるのか、こういうのはですね、きちんと検査方法も含めてやらない限り、よくわからないんですね。それともう一つは、原子炉の本体基礎、それから圧力抑制プール等ですね、大きな構造物は下にですね、コンクリートの中にボルトを埋め込んでます。埋め込みボルトってですね、これが何メーターあります、長く。で、これが古くなって毎日腐食して切れると、バンと引っ張り荷重が入った時にストーンと抜けちゃうんですね。ですから、それをどうやって検査するのか。これは決して、その検査がちゃんとできるなら私は文句言いませんけど、その検査基準あるんでしょうね。どうやってやるんですかっていうのが、まあ、技術的な意味の疑問、質問ですね。ちゃんとやれるんでしょうねという。それを非常に危惧しております。と、マーク2についても同じようにですね、サンドクッションというのが格納容器の下にあるということと、あとですね、マーク2の場合は、格納容器の上の方にですね、中間部があるんですけど、シェアラムといって、格納容器が地震で揺れたときに、建物に力を伝達する。圧力容器から格納容器、格納容器から建物に荷重伝達する機構があります。こう複雑になっててね、こう、噛む形で、ある方向は力が加わって、ある方向は見えるようになってるんですけど、そこのところが非常に重要なんです。で、もしそこが腐食してたり、ちゃんと機能しなくなると、地震が来たとき、一遍でやられてしまうということになります。そこで検査をする必要があるんですけど、私の記憶では、プラントによっては、その検査口を塞いだったように記憶してるんですね。あるプラントによっては。ちゃんと調べていただきたいんですが、そういう検査ができるかどうかとか、そういうことも、できることだけをすればいいというのだけは絶対やめていただきたい。少なくとも、できないものに対してはダメだという判断をせざるを得ないんですからね。ということが一番申し上げたかったんですね。ちょっと細かくなりましたけど、そういうことが、例えば格納容器でもこんなことがあります。ということで以上です。すいません。特別点検につきましては、まあ、これまで点検範囲としてなかったものについて、抽出して詳細な点検を求めるものでございますけれども、ちょっと個別のですね、部位について、その検査できるかっていうことについては、ちょっと持ち帰って確認させていただきたいということと、あと今回のですね、運転期間延長認可制度につきましても、明日の委員会に基礎案を報告してですね、パブリックコメントという手続きになる予定でございます。ですので、意見等々につきましてはですね、例えばパブリックコメントの場で出していただくとかですね、そういうような対応にしていただければというふうに考えてございます。はい、結構ですけども、一つだけ申し上げておきたいことは、基準を作ってこれいいっていう判断を、ね、そうやるときには、その基準という、例えばこれを検査しましょうってね、言ったときには、現実的にね、その対応ができるかどうかってことをちゃんと踏まえてものを考えなきゃいけないわけで、原子力の世界でそれはずっとやってきてるわけで、歴史的に。で、どこが弱点かも分かってるんですよ。私が全部ご説明してるのは、私なりに心配してるからなんです、実は。心配してないことは言いませんよ。だから、そういうものについては基準として当然そういうことが背景にあることを分かった上でやっていらっしゃるんでしょうねって聞いてるだけだ。当たり前ですって言ってほしいんですよ。お父前、そんなこと言う必要ない。ね。分かるってちゃんとやってるんだと。そういう答えが欲しい。ところが、それがあるところは検査ができないから、じゃあ検査ができないとかどうしようって議論するとか、そういうナンセンスな議論をしないということです。きちんと評価も、検査ができるかどうか、で評価基準は何か、どこまでやるか、この議論を徹底してやっていただきたい。それ以外には、この最多の40年の問題ってないと思うんです。あともう一つ、最後に言わせていただくと、この40年経ったなんとですね、実はですね、私の理解では、検査って本当にどこまでできるんですかっていう本質的な問題です。例えば格納容器でしたら、直径30メーター、高さ50メーターあるやつね、40何メーターあるやつを、いろんなところ全部ね、検査ができるはずありません。だから何やったって言ったら圧力をかけて漏れがないことを確認して OK するんですよ、多分。
それしかない。だけど漏れないということは、首の皮一枚でつながって漏れてなくて、地震が来てポッと抜けるってことはある。そういうことを考えると、古いプラントはめちゃくちゃにリスクが高い、配管も含めてですね。そういうめちゃくちゃにリスクの高いものに対して、あれピックアップしてここだけを検査したからいいって発想は、これは決して承服できないと私は思います。もう少し検査のあり方ですね、根本的にちゃんとこれで確認が全部できるんだと、安全性が証明できるんだということを確認しない限りは、40年経ったポンコツはやめるべきです。というのが基本の考えだと私は思います。それを徹底的にやって、ここまでやったら初めてその訴状に出せてもいいかなって、そういう議論だと思います。もう一つ言いますと、古いプラントはですね、データもなかったり、まだによっては図面がなかったりすることもあります。非常に心配です。そういうものも含めてですね、データがちゃんとあるかとか、設計がちゃんとどうかとか、そこまで遡って、古いプラントって全部確認した上でなければ認可してはいけないというのが当然だと私は理解しておりますけれども、その辺もぜひご検討を願いたいと思います。はい、個別のですね、今ご指摘いただいた点等々につきましては、今週始まります始まりますですね、パブリックコメントでですね、意見として出していただければ、中で検討したいというふうに考えております。2点だけお聞きしたいと思います。一つは前の、この運転期間の問題で40年廃炉が基本で例外として認められるというスタンスの説明だったわけですけど、文章をこれも読んでると60年が廃炉が基本のように読めるんですけど、これはどちらが基本としての考え方があるかが第1点です。第2点は福島第一原発事故の場合も30年を超えた老朽原発だったわけですね。それで40年を超えて動く事例はあまりないと思いますので、最新の科学的知見というのはどうやって40年を超えたものについて求めるのか、実際に爆発したみたいしてから新しい知見が得られるのか、つまり未知の領域に踏み込んでいくように思うんですけれども、何を老朽原発に対して新しい知見として重視して考えられているのか、そこをちょっと2点目をお聞きしたいと思います。はい、まず第1点目の質問でございますけれども、まず40年と60年どっちを基本としているのかということでございますけれども、これにつきましては法令上ですね、発電用原子炉を運転することができる期間はその40年というふうに明確に書いてございまして、その1回に限り規制委員会が認可をした場合のみ20年を上限として延長できるということですので、その40年というのをその基本にしているものでございます。あとその老朽原発に対してその最新の知見をどう適用していくのかということですけれども、これにつきましては老朽原発でもですね、あるいは新しいその原子力発電所でも同様に、その技術基準をですね適合していることをその求めていくということでございまして、でこれにつきましては仮にその延長をされた場合においてもですね、その延長期間についてその技術基準をですね満たしていることをそのきちんと評価し、その確認をしていくということを考えております。ちょっといいですか。1番目の答えなんですけど、1回限りにつき40年以降延長を認めるっていうんですけど、どの原発も40年は1回しか来ないので、1回限りで認めれば全部基本が60年になっちゃうんだと思うんですけど、それから2番目はつまり40年を基本にするのか60年を基本にするのか非常に大きくて、どういう場合に60年を認めるのかっていう基準がもう一つ見えてもらえる。で、
もう一つ2番目は新しい地形、古いもともと新しい原発も古い原発も同じだという説明なんですね。今僕が言ってる新たな知見というのは、老朽原発は先ほど後藤さん先生が言ってたいろんなケースで新しい不測の事態が起きるような老朽化していろんな問題が起きる可能性があると。だけどそれは誰も知らないわけですね。だからさも舞台も全て新しいものというか一定の40年以下のものと同じだという想定で判断するというのに聞こえたんですけど、それは新しい、それ自体が新しい知見なんでしょうか。ちょっとお聞きしたいなというふうに思ってます。はい、1回に限り延長というのはですね、資料にもございます通り、例えば延長期間につきまして20年を上限としてですね、個別プラントごとの審査においてどれぐらいその延長するかということを判断することにしてございます。ですので、例えばですけれども、5年その延長を認めた場合に、再度ですね、20年が上限なんだから、さらに申請を受け付けて5年延長するというようなことはしないと。あくまでも1回に限り、例えば5年なり7年なり10年なりですけれども、1回に限りですね、延長を認めると、そういう趣旨でお答えしたもので、ございます。あとすいません、最新の知見ということなんですけれども、ちょっとお答えになっているかは分かりませんが、一応その後継年化 その評価につきましては、いろいろその今後ですね、新たに分かってくる知見とかを踏まえてですね、例えば評価方法とかっていうのも変わるとかっていうことは十分に考えられるわけでして、そういうことについてきちんとそういう最新知見が反映された評価、事業者が評価をその事業者が行っているかということについても、きちんとその審査の際にその確認をしていくということを考えてございます。国務的に意味は分からなかったんですけど、40年を7年とか6年とか10年とかどういう判断基準でそういうことが可能なのか、私から見ると私経済なんで、原発が減価償却終わってないんで引き当てが不足してるやつはいきなり赤字になるので、その不足額分だけ動かすように聞こえるんですけど、それからもう一つは新しい知見が後から出てくるって言うんですけど、突っ込んでいくのは未体験ゾーンなんで、40代超えてボンボン、まあ、アメリカもそういうふうにするのかもしれませんけど、そこで何かトラブルが起きてから何か考えるってことを意味するんじゃないですか、それ。つまりすごい気がつかなかったところでいろんな金属の疲労が起きてたり、税関や劣化がいろいろ起きてて、あそこで事故が起きた、あ、これは新しい事件だから取り入れよう、でそれがたまたま日本の原発でない保証がないような気がする。すみません、そのどういうふうにその5年とか7年とか判断をするということなんですけれども、その資料 その委員会規則にの括弧2の丸1なんですけれども、その要は延長期間を伴う劣化を考慮した上でですね、その技術基準をその定める基準に適合するということをその規定するということを考えております。ですので、その延長期間においてもその基準について適合しているかどうかというのを判断して、その審査において20年を上限として運転期間の延長期間というのをその、まあ、審査していくということになろうかと思います。この多くの人々の安全だとか、その事故が起きるか起きないかという問題に対して、なんかまるでね、団体交渉であるまいし、この5年なのか7年なのかということが、そのなんか交渉問題になりそうな感じが事業者の間でするということ自身が、その私はありえないことだと思っていて、経年劣化に関しては例えばそのいわばその温度とかいろいろありますよね、金属片の。そういうものが例えば
ば何度当税どうだったっていうふうなことをやっぱりはっきりする基準としてそのないとおかしいんじゃないのかなということをその感じるんですね。例えばそれで例えば20年延長になっていたとしてもその一定のところまでの劣化が認められた場合には即座にそれで打ち切るとかもしないといけないということが一つです。で2点目はもう一つさっき私がその最初に言ったことなんですけども、そういうその今事業者任せの調査検査であって、事業者がある意味で改ざんすることが簡単に数値の入れ替えができる、これは IAEA の報告書の中ですらあのプール の, あの実は濃度についての改ざんが8日間分ありました。私それ自分で発見して質問したので分かっています。でそんな日付が8日間かあのずらすということによって全くこの元の量が違ってきたりするわけです。そういうことが簡単に見逃された IAEA に提出されてきた事故後ですよ。そういうことが実際にあるわけです。でこういうその実はそのいわゆる数値自身がその本当に信用できるかどうかわからないときに、事業者は正しいことをやって正しく申告してくるもんだと、それが巨大な利益がかかっているのかかわらずということを信用すること自身がですね、これまでの経過とか、そしてこれまでやられてきたことを一切無視することにですと他ならないと思うんですね。でやはりそれはあの新たな規制委員会であり、その規制庁ができたのであるならば、今後二度と起こらないようにするためには、正しい調査が行われて、そしてそれが正しく的確に判断されたということが、規制庁自身の能力として担保されないと、それは説得材料にはならないんじゃないですか、そこはどうなんですか。はい、すみません、最初の1点目のご質問ですけれども、当然ですね、後見人課 の, あの評価にあたりましては、事業者に対してですね、暴力腐食割れとか腐食等々 の, の劣化事象についてきちんと評価をさせまして、それについて規制委員会として認可基準に基づいてですね審査を行っていくというものでございます。まずその事業者 の, 虚偽報告等々の点についてご質問ですけれども、当然その規制委員会としては申請に基づいて審査を行っていくということになりますけれども、当然事業者に対して必要だというふうに判断したものについ資料とかについてはきちんと求めていくこととしておりますし、あと当然その法令に基づいてですね報告聴取をかけてですねこれきちんと報告しなければ罰則がかかる規定ですけれども、報告聴取を求めるなどのですね、法令に基づいた対応をしていくということでございます。事故後、当然その事故があった後の例えばその SFE の例えばその状況なんかについてこれ正しいものを求められたけれども当然しなかったんです。そういう事実があるわけです。それが第1点。それから第2点目にはそれを見逃したんですよ。私外国法委員会でそれを指摘したんです。大当ての状態になりました。法案にはそれを見逃したという事実があります。そして3つ目でその言わせてもらうと、例えば同じ環境省、規制庁の環境省の外郭団体になっているわけですけども、例えばこれが微生物多様性のもとで種の保存だとかに関わるようなところで密輸入だなんてかんだあると、今その罰金の上限は1億円なんですよ。これが小さなペット業者であってもです。ところが原発事故に関してはいわゆる規制委員会からの報告があって、そしてその止めろと言われてそれに逆らっても上限は300万円の罰金であるという事実があるわけなんです。これ少子千万な話が続いてきて、これは私自身がこの環境委員会でこの法案の規制委員会を作る法案が通った時にそれ指摘しました。こんな馬鹿げたこんな軽いその罰則で全て済んでいるという状況はいかがなものかと、見直す必要があるんじゃないかと言ったらむにゃという形で終わってるんですよ。それいかがなんですか。はい、罰則の適用とかにつきましては今原子炉等規制法の法令に基づいてですね原子炉規制委員会は規制を行ってその罰則等の適用を行っていくということでございます。で罰金だけではなくてですね、当然その悪質な場合とかにつきましては許可の取り消しとかですね、そういうような行政処分ということも法令上は行えるということでございます。
まあ、あの規制委員会としてはあの法令に基づいてですね、あの事業者に対してあのこの、まあ、罰則なり許可の取り消しなりは悪質な場合ですけれども、あの法令違反があった場合についてはきちんと対応していくということです。今までそういうケースありますか？すみません、私の記憶では例えばあの JCO の事故はあの十数年前にありましたけれども、あれはあの法令に基づいて、すみません、ちょっと記憶が定かではないんですけれども、法令に基づいてですね、あの許可取り消し等の許可の取り消し等の対応がされたというふうに記憶してございます。ですね、私あのホワインの後継年化意見聴取会で、まあ、1年弱委員を、まあ、して感じたんですけれども、今谷本さんがあのおっしゃったように全くですね、あの規制庁ホワインの側は全く独自のこう、データを集める力もなくて、全部データはあの事業者がもらってるというような体制でやってるわけですね。でその上にでですね、まあ、私がこういろいろ批判、これおかしいっていうようなことを批判するとですね、その、保安員が事業者の側に立って私に反論してくるというこういうことなんですよ。それでですね、ですからその辺のですね、その審査体制というか規制体制のシステムを抜本的に変えないとですね、この40年その延長とか言ったってこれ全部の原発が通ってしまいますよ、このままでしたら。そういうふうにまあ思いますね。それで、今そのこれを審査する、まあ、具体的にここがおかしい、例えば限界1号はこの税化がおかしいところを言ってもですね、それはあの、まあ、あの通らなかったしですね、それから、これを後継年化をやっているその規定に基づいて厳密にこう審査するっていうけども、その規定がどうやって作られてるかっていうと、これは全部というかほとんどですね、電気協会というその事業者、原子力 の、事業者学者、そういう人が中心になって作ってる協会なんですね。そこがあの全部案を作っていて、それをまあエンドースっていうか、それをあの規制庁が採用して、規制に使ってるという、あ、そういうことをやってるわけで、こういう案は非常にあの緩いっていうか、あの甘い規定になってるんですね。で例えばですね、そのさっき谷本さんがおっしゃった温度の税制線温度の上限、温度の上限を決めるべきだっていう話もですね、税制線温度が93度を超えちゃいけないということになってるわけですが、それは新しく作る原発については93度を超えるようなものについては認可しないというふうに書いてあるわけです。で、その規制の原発は OK なんですよ。そういうダブルスタンダードがこう作られててですね、それはその今までの原発を助けるためとしか思えないわけですね。まあ、こういう規定とかですね、まあ、いろんな問題があって、この辺をきちんとやらないと、この後継年化の40年延長、せっかく40年とこう決まったのにですね、またこうずるずると全部いってしまうという、危惧をですね、私は非常に抱いております。私も一言だけちょっとすいません。古いプラントの時の先ほどのあれと関わるんですけど、その評価ということですね。評価というのがやはり、今井野さんおっしゃったように、そのクライテリアですね、こう決めるというのはどういうことかというとね、例えば税制線温度だと90何度と決めますよね。それはどういう意味かというとね、いろんな事故条件があっても大丈夫なように、ね、再やっても大丈夫なようにマージンを見て決めるんですよ。ところがですね、今のこの考え方ね、規制委員会の考え方は、設計条件のところまでいいけど、シビアクションとってね、ふうに考えていくと、全部通して、足りない部分は理屈をつけて、こうやったら通しましょうっていう考え方なんですよ。それはですね、技術のあり方に対してね、根本からすごい挑戦してるんですね。どういうことかと言いますと、私は構造物の設定やってきましたから、海洋孤独とか、そうすると設計するっていうのにはいろんな不確定の要素もあって、自分の計算上の怪しさもあったり材料もあって、総合的に見て2倍か3倍もっとかないと危ないだろうっていう、
そこで理屈上ルールで決めてるんです。で、それをそういうやり方をしてるのに、いや、こう一回大きだったら来た時にはじゃあ実力があるからいいとか、そういう評価をしてくるわけですよね。これはね、あの基本的にやめた方がいい、やめた方がいいというか、自己調査の時にはやるんです、そうやって。ですけど最初からね、ものを判断する時に、これで安全かどうかって判断する時に、そのマージンをミスにね、そのマージンっていうのは実はですね、決していい加減のものっていうか、社会的合意なんですよ、実は。このくらいあれば歴史的に事故はほとんど起こらなかったっていう歴史を持って、工学的なものと一緒に社会的な社会契約上決めてる内容なんですよ。原子力はそれで勝手に伝えていくんです。全部安全と超えちゃったら、じゃあ実力でいけばいいって。実力って何ですか、誰が保証するんですか、聞くとね。それで事故が起こると、今回もそうでしょ、いや、運悪くね、多重にここが働いてるはずだったんだけど、これが働かなかったのかって、そういう議論をするわけですよ。つまり繰り返しますと、設計というのは、技術の、私が理解する設計というものは、そういうふうに技術的な限界値と、それに対する技術的なマージン、いろんな幅、それを、まあ、このくらいだったらいいでしょう、歴史的にもそんな人だったらいいでしょうっていうのが合意形成してなされるものであって、それをベースにすべきだと。だから老朽化についてもないんです、全く。古いプラントについても、その評価基準というのをきちんとしないと、とんでもない事故を起こすというのが私の意見です。ぜひその基本の考えだと、規制庁の方で、規制委員会の方で考えていただきたいと思います。はい、あのだいぶ予定のお時間を回りました。本当にありがとうございました。田口さん、野田さん、渡辺さん、また参加の関係の皆様ありがとうございました。まあ、あの いろいろと先ほども申し上げましたように、あの、まあ、かなり参加の皆さんが納得できない、あるいは理解できないところがたくさんあった、大変失礼な言い方かもしれませんがあります。ですから引き続きやっていきたいと思います。そういうことで申し上げると、先ほどあの40年のところでも出ましたが、あのあの質問させていただいたところで、また技術的な担当の専門家の方、あの専門ではないというお答えもありましたので、今度の時はまたこちらの方からもですね、あのお願いしますけども、専門家 あのご答弁でお答えできる方にご参加いただければと思っています。それと最後に一つだけ、ちょっとすみません、あの お聞きしたいんですが、あの大変気になるところで、先ほど申し上げましたように、あの猶予期間の中に事故が起きれば事業者の責任だということがあったんですけどもね、それで地震津波安全対策担当で渡辺さんいらっしゃっているので、一つだけお聞きしたいんですが、日本は地震が多いので、地震あるいはそれに伴う津波に対するその原子力事故の保険は入れないと思うんですが、そんなことなかったですか。受ける会社はないというふうに聞いたことがあるんですが、すいません、そこはちょっとすいません、こちらではよくわからないところですけど、申し訳ございません。誰がわかるのか、保険会社が。どちらかというと、まあ、すみません、あの経営とかに関わる話なので、どちらかというと資源エネルギー庁の場合かと思ってますが。わかりました。またじゃあそれをお聞きしたいと思います。ありがとうございました。はい、あの普通から言うと事故が起きた後なので、なるべく老朽化したののその使用はもっと前倒すっていうのが国民感情だと思います。それを後ろ倒すところにはそれなりの説明が規制庁としての必要で、そこがまず今日はなかったことが残念です。なぜ伸ばすんですかと、普通はもっと30年でもいいじゃないですかと、国民から見て納得できるデータを示していただかないと、まして責任は事業者だ、自分たちは責任はないっていう規制庁を国民は期待していないと思います。で、次回ですけれども発送電の分離ということで、これもまた先送りされていますので、4月16日4時から計画しておりますが、予算との関係で予算の本会議が入るかもしれません。変更があればまたご連絡をします。今日はありがとうございます。また残された宿題は次回、次次回によろしくお願いします。終わります。